それではですね、あのこれから、まあ、時間になりましたので、あの今日のイベントをあの開催をしていきたいと思います。私、LINE の孫と申します。よろしくお願いします。で今日は LINE デベロッパーミートアップ第72回目の,あのイベントとなります。今日はこちらですね、BUJS の,の,あのコミュニティの皆さんとあの挙動であの開催をしております。 で今日うはあのたくさんの方々があの参加をあの申し込みをあのいただいているんですけれども、あのまあ、皆さんとですねぜひあの、コミュニティ活動と含め、皆さんの,あのためになるいろんな情報をですね、あの守らってあのいければなというふうに思いますよろししくお願いします。 最初にですね私からいくつか注意事項などを説明をして本番に移りたいというふうに思います。の今日のセッションはですね日本語と韓国語でお送りしております。日本語とですね韓国の通訳を用意してありますので皆さん、接続したこの注文のですね下のところから好きな言語を選択していただいてご視聴いただければなというふうに思います。 参加の皆さんのカードと音声などは配信しませんので、ご安心いただければなというふうに思います。それと入室の際に入力した名前については、基本的にこちら、ホストだけ確認ができるようになっているんですけれども、このあと、Q&A 時間で皆さんの名前で発言をすることで使用されるので、そちらはご了承いただければなというふうに思います。 であの登,壇の登壇の皆さんの,です、ね、あの質問は、あの注文の,の Q&A 機能があります。でまた同じく、すねあの,の下のところに Q&A というのがあるので、そちらからあの質問がある方は、どんどん,どん,どんあの投げていただければなというふうに思います。それと質問はです、ね、あの匿名であの まあ、投稿することができますので、まあ、気軽にあの質問していただければなというふうに思います。それと、あの今日のセッションはですね。もう本当にあのたくさんの方々があのご登壇をされるので、各セッションごとにあの最後の5分ぐらいで、あの質疑応答時間を設けてあります。ですので、あの皆さんのセッションを聞いていただいて、あの質問がある方はですね。セッション中でも。 あのどん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 あの質問を投げていただけると非常に助かります。よろしくお願いします。それとあのチャットはですね今のところ無効化としておりますで。イベント感想などでおも、ねまあ、面白かったとか、まあ、いろんな感想があると思うんですけれどそういったところはですねあの Twitter であのつぶやいていただければなというふうに思います。で今日はあのハッシュタグ2つあの準備をしております。でこちらの DM と Vue.js2 つ あの用意しているので、こちらでですね皆さんつぶやいていただければなというふうに思います。それとあの今日のセッションタイムテーブルはこちらとなります。 であの今、私の方であでオープニングをさせていただいているんですけれども、最初は b j s コミュニティの皆さんのステーションからですね、LINE の,の b j s に関する話と、あのそれと今日はですね、あの韓国の,あの b j s コミュニティのあのコントリビューターの方もあのご登壇していただいているので、あの日本だけじゃなくて、韓国だけじゃなくて、ですね両国の,あの b j s の事情というところで、皆さんあの是非です、ね、ぜひ楽しんでいただければなというふうに思います。 それではですね、私からのお話はここまでとさせていただいて、早速なんですけれども、セッションに移りたいなというふうに思います。最初のセッションはですね、b j s 日本ユーザーグループの取り組みについての紹介なんですけれども、日本でですね、b j s コミュニティの活動をされている皆さんに、コミュニティの話を聞いてみたいなと。 いうふうふに思ってますそれではですね、あのコミュニティの皆さん、あのご準備をお願いいたします。はいえー、とでは、えー、とこの場を借りまして、えー、とビューチェースにを価いただく取り組みについて、えー、と、えー、共有させていただきたいと思っています。えっ、ー、と今日は本日はあのラインさんの計らいで、えー、このような国際、えー、レベルの、えー、かイベント開催させてもらって、本当にありがとうございます。 で今日なんですけども、えーと、我々日本ユーザーグループ、まあえー、発足しましていい、まあ、活動してきたんですけど、まあ皆さんご存知の通り、まあ、コロナ禍で、えーとまあ、オフラインで活動できないという形になっているんですけども、まあ、去年から、まあえー、オンライン上で活動していますで。今年はちょっとそうですね、まあ、2021年はちょっと我々としては、えーとえー 普段そのビューフェスとか、まあ、そういった大き規模向けのカァレンスを開催しているんですけども、なるべくちょっとそうですねあの、意識的に取り組んでいきたいなと思いまして、各班に分けて、えー、と取り組んでおります。ですので、えー、とこれからそうですね、えー、イベント班、ワークショップ班、翻訳班っていう形で、まあ、スタッフの方でや、えー、活動してるんですけども、それぞれの班について、取り組みについて、えー、と話させていただければと思います。では、早速ですが、えーと、イベント班の、えー、と土屋さんの方から。 お願いさせていただきたいと思います。はい、土屋です。えっ、ー、と画面の共有します。画面見えてますでしょうか。はい、見えてます。はいはい。ではあの始めまして、えっ、ー、と VueJS 日本ユーザーグループの土屋康平と申します。 えと今日は、えー、とイベント班のメンバーを代表しまして、イベント班が普段どのような活動をしているかを、えー、と紹介させていただきます。えー、とイベント班の活動なんですけれども、えー、とまあ大体月1くらいでオンラインミーティングを行ってまして、Vue.js を盛り上げるためにさまざまなイベントを企画しています。コロナウイルスの影響で、今年もオフラインイベントの開催が難しそうなので、 今はオンライン、オンラインのイベントを中心に企画しています。えー、それで早速6月に v 東京オンラインミートアップを開催しますので、えっ、ー、と、今日はその紹介をさせてください。はいえー、v t o k y オンラインミートアップ13を開催します。開催日は6月16日水曜日、19時から21時になります。今回のテーマはあのビート特集です。 先日、まあ、先日といっても数ヶ月前ですけども、ビート2.0がリリースされましてあの、結構ホットになってきているなと思っているので、あのこのビート特集にしました。イベントの構成内容としては、メインセッションが1本、スポンサーセッションが1本、そして LT が4本の構成です。メインセッションには、エッジコンピューティングを利用したビーテッチ。 というエッジサイド、レンダリングフレームワークを作っているフランディオックスさんにお話ししていただきます。はい、えー、参加費の方は無料になります。今まで v 東京は参加費有料のイベントでしたが、あの今回はあのメドピア株式会社様のご支援のもと参加費はあの無料になります。参加申し込みはコンパスの方で行います。lt の募集もコンパスで募集します。 LT の内容はあのビートに限らず Vue.js に関係するものならば何でも OK ですので気軽にご応募ください。先ほどあのイベントページの方も公開しましたので、えー、皆さんぜひご参加いただければと思います、はい。イベント班からは以上です。ありがとうございました。はい、岸田さんありがとうございました。えっと、まあ、先ほどあの、えー、コンパスの方で、えー、公開しましたので皆さんぜひ参加いただければと思います。 はい続きましてえっ、ー、とワークショップの方から中田さんの方からえっ、ー、と話をさせていただきたいと思います中田さんよろしくお願いしますはい、えー、画面の共有をします画面見えてますでしょうか大丈夫そうですかね。 はい、見えてますあ。ありがとうございます。では、えー、Vue.js 日本ユーザーグループの中田和弘から、えー、ワークショップ班の取り組みについて、えー、紹介させていただきます。えー、ワークショップ班では、えー、何をやっているかというと、えー、Vue.js 初学者や、えー、デザイナー向けのハンズオン教材の制作をやっております。えー、なぜこのような取り組みをしているのかというと、 Vue.js も結構一般的に広まってきて、近年ではコンポジション API の活用やビートの話など、中級者、上級者向けの話が結構目立つようになってきているかと思います。そのため、ここで再度 Vue.js の持つ手軽さ、とっつきやすさを再度示しておきたいという思いがあります。また、現場の開発ですと、Vue.cli や n u x t j s といったツールがよく利用されています。 しかし、v u e j s の公式ドキュメントはそこまではフォローしておらず、小学者や開発専門でないデザイナーさんは、学習環境を構築するだけでもつまずきがちだと思っています。その部分をフォローしたいという部分もあります。教材の内容なんですが、Node.js インストールからの開発環境の構築ドキュメント、ハンズオンで実装する EC サイトを模したサンプルアプリ、 サンプルアプリの実装を進める段階的なドキュメントと、そのサンプルコードとなっております。公開できる状態になり次第、日本ユーザーグループの方からアナウンスする予定です。また、このハンズオン教材ですが、ゆくゆくは GitHub Learning Lab のようなインタラクティブなコンテンツにしたいとの思いもあります。ワークショップ派の取り組みについては以上です。ご清聴ありがとうございました。 はいえーとイベント班中田さんありがとうございましたあすいませんワークショップ <laughs> ありがとうございましたはいはい、はい、では最後ですけどもえっ、ー、と翻訳班の方から、えー、キアさんの方から、えー、話を、えー、させていただきたいと思いますキアさんよろしくお願いしますよろしくお願いしますそれでは、えー、ビュージェイス ジャパンユーザーグループ翻訳案の取り組みについてご紹介させていただきます、まあ。いろんな活動をしているグループですけれども、やっぱりその中でも Vue.js のドキュメンテーションの翻訳っていうのは大きな活動の一つになります。Vue 自体もです、ね、日本語に限らずあの、中国語、韓国語、フランス語もいろんな言語にドキュメンテーションを翻訳されていて、まあ、このいろんな言語で整っているドキュメンテーションを持っているっていうだけでもです、ね、OSS として非常に珍しいソフトなんじゃないかなと思います。 Vue.js 日本ユーザーグループなんですが、まあ、基本的に v ュ e に関わるものであれば、何でも翻訳今やっている状態です。Vue、VueRouter、VueX、v ュ e t e s t u という、ここには書いてないんですけど、Nacs とのドキュメンテーションの翻訳も行っていますし、今まさにです、ね、v ビ t トの日本語版ドキュメンテーションの翻訳というのも開始されました。あのホームページの方にですねこういった翻訳活動へのリンク、またはジョインの仕方、活動への参加の仕方等載ってますので、ぜひ見てみてください。 で実際にこの翻訳活動、実際に,に英語を日本語にするってもの以外にも、ですね翻訳活動改善のための開発というのも行っています。でそのうちの一つ、今ですね、実はチェツミっていう仕組みがございまして、これは何かっていうと、まあ、基本的にその翻訳する元となるもの、View、まあ、であれば ViewJS のレポジトリのドキュメンテーションと、まあ、日本語のドキュメンテーションってどんどん差分が出てきますね。新しいドキュメンテーションが、本家側で更新されると。 まあその差分をです、ね、実際に検知して、翻訳側のレポジトリに異臭を自動で立てるっていうことをやるツールになります。でまあ、こうすると、例えば今見ているのはビートのドキュメンテーションなんですけれども、ビートでこういう新しいコミットがドキュメンテーションに対してありましたよという通知が来るので、まあ、これが来るだけでも、ですねやっぱり更新漏れとか、あとはその日本語と英語でドキュメンテーションがずれてしまうので、このズレがどんどん大きくなっていくと、 やっぱ翻訳にとって問題になってくるので、まあ、こういったものを解決するものを作っています。で、このシステム、実はちょっとかっこいいのがですね、同じレポジトリの構成であれば、チェリーピックしてあの自動的にプルリクも作ってくれます、あ。極端に例えばあのコピーライトが変わったみたいな翻訳関係ないようなケースの場合だと、もう自動でそういったあの更新も取り込んでくれるっていう、なかなか生かしたツールになっています。で、これをですね、あの今 GitHub アクションズに対応させようとして作っている。 という状況でして、まあ、これができたらばぜひですね日本のコミュニティだけじゃなくて、まあ、他のコミュニティにも展開していって、より翻訳活動がスムーズに進むようになっていければいいんじゃないかなと思ってます。でこちらの開発であったりとか翻訳活動そのものに関してもまだまだ皆さんの助けを必要としていますので、ぜひ興味のある方は同じくあのウェブサイトを見てみてください。えー、翻訳家の活動でし,した。よろしくお願いします。はい、木谷さんありがとうございました。 え以上であの、ビュージェイス日本ユーザーグループの、まあ、2021年の取り組みについてあのそ、えー、共有させていただきました。えっとそうですね、ビュージェイス日本ユーザーグループなんですけども、スタッフの方なんですけども、まあ、このコロナ禍の状況ですので、えっとまあ、オンラインということもありまして、我々としても、まあ、どんどん今後、そうですね、仲間を集めていきたいので、もしあのビュージェイス日本ユーザーグループのスタッフについて、まあ、興味あるようでしたら、えー、声をかけていただきたいと思います。 BUJS 日本座右グループは Slack の、えー、とチャットもありますので、まあ、そこで、まあ、何らかの、まあ、声とかやりたいんですけど、か声かけていただければ私の方でで、えー、質問で、まあ、よろしくお願いします。はい。というわけで BUJS のコミュニティセッションの方は、えー、終わりとさせていただきますと思います。ありがとうございました。 はいあのコミュニティの皆さん本当にありがとうございましたであのさっきあのカチポンさんからですねあの話があったように今回あのコートダムンの皆さんと一緒にですねこの日本であのビュージェイをあの盛り上げていくという仲間をですねあのたくさん あの募集していらっしゃるということなので、今日はあの皆さんですね。あのたくさんこういった方々とあのコミュニケーションが取れるような。あのまあ機会として、あの使っていただければなというふうに思います。本当にあのコミットの皆さん、ありがとうございました。<laughs> はい、すみません。あの続きましてですね。あの次のセッションにあの移りたいなというふうに思います。で次はですね。弊社ラインのあの。 花谷さんからですねあの、お話をいただきたいなというふうに思うんですけれども、あのまあ、花谷さん あのセッションの準備をお願いしたいんですけれども、そのセッションの準備の前にですね、あのちょっとあのお知らせをさせてください。であの途中からあの入られた方々もいらっしゃるので、こちら今、今回はですね、あの日本語とあの韓国語の通訳をあの提供しております。で、注文の下からですね、あのこの言語を選択できるようになっておりますので、そこからまあご自身の,あの言語を選択してきて あの視聴していいいただければなとううふうに思いますそれとあの今回のセッションからはですね、あの最後の5分ぐらいで Q&A をあのいただけます。なので、こちらも同じくですね、z u l ムの,、UM、の Q&A 機能から、チェイですね、あのセッションを聞きながら、いろいろあの質問を投げていただければなというふうに思っております。それではですね、How to Development Library to View3。 をあの手間にしてですね花谷さんから話をいただきたいなというふうに思いますそれではよろしくお願いしますはいよろしくお願いいたしますこれ声聞こえてますかねはい聞こえてます OK ですでは、えー、How to development library for AVU3 で、えー、登壇いたしますよろしくお願いいたします 私は LINE 株式会社フロントエンドデブ Q チームに所属しているフロントエンドエンジニアの花谷と申します。b g s のコミュニティとは3年ほど前からつながりがありまして、詳しくはスライド参照となりますけれども、それに付随して OSS の開発なども行っております。 最近会社としてですね、LINE のスポンサリングを、LINE として b g s のスポンサリングを開始したのですけれども、そのあたりの業務なども行っていたりして、まあ、何かと b g s コミュニティとのつながりが深い人物となっております。個人的な OSS ではですね、現在最も活発にメンテナンスしているパッケージは n a x s とベーシッースモジュールと えー、n u x o j s コミュニティのオフィシャルとなった DJS モジュールの2つとなりまして、えー、どちらも n u x o j s 用の、えー、パッケージということで、v u e 2を向いているんですけれども、えー、今回はですね、私自身、えー、業務とかでもたびたび携わることがある v u e 3のライブラリ開発について紹介したいと思います。 え結構ですね、えー、と業務とかで少しずつビュー3のパッケージを作っていくとなると、えー、自分の現場に沿ったパッケージの作り方っていうのを、えー、とできるかなと思うんですけれども、えー、今回はあくまでもそれを OSS として公開するということを考えた場合について話をしたいと思います。えー、本日のコンテンツです。えー、本日はまず現状のビュー向けのライブラリを 取り巻く環境ていうところについて紹介させていただいた後にですね、新しくパッケージを作る場合、どうするか、また今、v ュ e ツ2向けに提供しているパッケージを移行するということを考えた場合に、どうするかというところを簡単に話していきたいと思います。それではまず、v ュ e ジ j s のライブラリ開発を取り巻く環境について見てみたらと思います。まず何よりも気になるのは、v ュ e ツ2と v ー e リ3のシェアについてでしょう。 これは現行のビュー u j s の利用率を表したグラフです。新しくライブラリを作る場合、自分の現場だけでなく、より広く使ってもらうためには、ユーザー全体の状況を知ることも大切です。ビュー u j s は BU というパッケージ名のもと、2K と 3K が同じパッケージ名で提供されていることから、厳密な計測を行うことが難しいので、 今回は、それに付随する必須パッケージであるところのテンプレートコンパイラーのダウンロード数を表示しています。えー、図のように、2020年9月の View3 の正式アップデート、えー、正式リリース以降、えー、徐々に View3 向けの資産の利用率とい,うというものも増えていますが、えー、現状、依然として View2 向けの利用事例が多く存在することがわかります。えー、現状を考慮すると、これからのための View3、 と互換性のためのビュー2可能でであれば両方サポートしたたいところですただ一方で、両者にはいくつかの大きな違いがあります。えー、一つは、えー、ライブラリー開発者の目線でいうと、一つ大きなものでいうと、えー、古いブラウザのサポートというものが挙げられるかもしれません。えー、これはちょうど1ヶ月ほど前に、えー、再度、View3 が IE11 をサポートするかどうかという議論が行われた結果となります。 これは最新の RFC はこちらの URL から閲覧することができますが、現状、結論としては、v ュ e 3は i11 を対応しない方向で進んでおりまして、今後、View2 側は、その代わりバックポートの API を増やしていくことによって、i11 に対応しないといけない開発者が、v ュ e 2を引き続き使い続けられるようにするということが書かれております。 このことから、モダンブラウザー向き専用のライブラリや、レガシーブラウザとの互換性を考慮したライブラリなどは、View3 に限定したり、View2 に限定したりといったことがあるかもしれません。また、ビートの存在なども重要です。これまでビューのためのライブラリ開発、特にコンポーネントライブラリのような、 SFC、シングルファイルコンポーネントが重要なライブラリ開発では、ViewCLI やロールアップあるいはビ i l などのビルドツールがたくさんあったかなと思います。ただ、View3 からは、それらの選択肢より先に優先的に Beat がライブラリ開発の選択肢として挙げられるのかと思います。Beat には View プラグインが存在するのですけれども、 こちらはオフィシャルにロールアッププラグインをベースとしていて、まあ、それをビート向けにアレンジしたものであると明言されているのですけれども、現状ですね、こちらの方がすでに活発に開発されている状態となっております。また、ビートについてはですね、特定の挙動において一部ロールアップの資産と挙動で競合することなどはあるんですけれども、 それらを差し引いても、継続的にメンテナンスされているビートの存在は重要になるかと思います。そのためですね、現状、ロールアップの古いバージョンを使っていたり、あるいはビリなどのビュー2向けのツールを使っている開発者は、今後、ビュー3に対応するにあたって、ビルドに関するツールチェーンから刷新する必要があります。 そのような違いがあるというところが、現在の VU 向けのライブラリ開発の現状となっております。まとめると、依然として VU2 は水よく支持されており、どちらもサポートできると理想であること。しかしその一方で、VU2 と VU3 には大きな壁があることがわかるかと思います。では、その環境を踏まえた上で、新しく VU 向けのパッケージを作る場合の選択肢について考えたいと思います。 えー、新しくパッケージを作るにあたって、まずお勧めしたいことは、えー、View2 のサポートをオプショナルとすることです。えー、こちらは先ほどまでの主張とは、えー、変わるような印象を受けるかもしれませんが、えーえー、我々エコシステム開発、えー、側といいますか、えー、パッケージを作る側が v ュ e 2を中心として開発してしまうと、えー、これからもなかなか v i e 3以降というものは進まないのではないでしょうか。 そのため、新しいパッケージを開発するときは、VIEW3 を中心としつつ、オプショナルで対応していくということが重要になってくると考えております。ただ、一方で、まだライブラリ開発の環境がイメージできない、あるいは VIEW2 ユーザーにもある程度サポートをしておきたい、あるいはもっとプライベートな事情として、自分の仕事のコードベースが VIEW2 であるから、VIEW2 の対応は必須であるといった状況が存在することは事実かと思います。 ただそこは、えー、実はいくつかの情報を知ることで解消できます。えー、一つ目は、View2、えー、と View3 のブリッジとなってくれるようなパッケージの存在を知ることです。ViewDemi、えー、と呼ばれるものや View2-3 と呼ばれるようなものがこれに該当します。えー、どちらも単一のコードベースのもと、View2、えー、View3 に両対応することができるパッケージとなっています。 詳細,は詳細の紹介はここでは省きますが、主に v ュ e デミはプラグイン系の機能のサポート、特にフックにカスタムフックのようなものを作るときに便利なライブラリとなっておりまして、v i e 2 3はコンポーネントライブラリの開発に特化されています。どちらも最小限のコストで v ュ e 2に対応できるわけでなくだけでなく、v i e 2 3などの場合、ユーザー側で変換することも可能となっております。 えこういったユーザー側の努力によって解決できる課題がかなり増えてきているため、えー、基本は BU3 として対応しておきながら、ユーザー側の努力に任せるというのも選択肢の一つかと思います。えー、やはり、えー、我々が両対応するところをハードルに感じてしまって、えー、新しいライブラリが生まれないというのは、やはり機械損失となりますから、できるだけ BU3、えー、を前提として開発を進めてしまうというのも、えー、選択肢の一つとして、えー、一つではあるかなと思います。 また、もう一点のハードルとして、開発環境が挙げられます。B3 では、今後、先ほど述べたとおり、ビートが開発の中心になっている可能性が多いにありますが、現状、ビートの開発環境を作ったことがないという方であったりとか、ライブラリの開発にあたって、ビートを使うのはまだハードルが高いという方もいらっしゃるのではないでしょうか。 また、ビュー w 2時代に先ほど言ったような SFC のシングルファイルコンポーネントの解釈のためのビルド設定などで消耗したことがある方は、なんとなくビュー向けのパッケージの環境構築というもののコストを高く見積もってしまうことはあるかもしれません。今回はです、ね、あまり本質的な解決ではないのですけれども、今回のミートアップにあたって、私の方で簡単にビートとュースリ3を の設定を行ったライブラリのテンプレートのようなものを用意してみました。ここにはですね、Beat Be が ES モジュールネイティブであるから、いわに出てくる CJS の対応であったりだとか、あるいは View3 をバンドルファイルに含まずに、ノードモジュールスのものを利用する設定、あるいは TypeScript の設定であったり、View でティストユーティリスの設定などが一通り入ったテンプレートとなっております。 これから View3 向けのパッケージを作るにあたって環境の、環境を知ることがコストであれば、ぜひ使ってみていただければと思います。困ったことがあれば、聞いていただければ、何でもサポートいたします。と新しくパッケージを作ることについての話が終わりましたが、より多くの開発者にあなたのライブラリの価値を届けるためには、やはり両対応が必要となります。かつですね、 これからのことを考える、考えながらも、今、View2 向けのパッケージを開発している場合、View3 向けに追加でサポートするということもあるかと思います。次のセクションでは、実際の移行経験などをもとに両立するための手順とヒントをご紹介します。これからは、LINE 社内での事例の紹介も含みます。両対応にあたって、まず何よりも重要なのは、ブレイキングチェンジ性の理解です。例えば、 BJS には V2 と V3 でいくつかの大きな破壊的変更やフィーチャーの追加が存在します。そのため、まずはオフィシャルのマイグレーションガイドを読むことによって、問題となる箇所がないかを十分に理解することが重要となります。例えば、ディレクティブパッケージの開発者であった場合、v 3で実装されたフラグメントの2フィーチャーについては知っておく必要があります。 これまで Vue.js では、コンポーネントのルートには1つのドムしか存在しないというのが前提でありましたが、Vue3 からはそうではありません。そのため、ディレクティブの開発者は、ディレクティブがコンンポーネントにカスタムコンポーネントにアタッチされている場合、そのルート,がルートのチルドレンが複数ある場合というものを考慮しないといけません。そういった,とこ,そういったことは、マイグレーションガイドを読むことによって理解することができます。 また、コンポーネントライブラリの開発者となると、さらに、えー、覚えることが多くあります。例えば、有名なところで言うと、えー、インヘリットアトリビ,ビューツという View2、えー、の象徴,象徴的な挙動でもある、コンポーネントにクラスや属性などを渡した場合に、それが引き継がれるという設定が View3 ではデフォルトでオフになっていたり、えー、また、レンダーファンクションが コンポーネントのレンダー関数に依存せず、BU のパッケージからインポートできるようになったことによって、API が変わっていたりと、さまざまな違いがあります。こういったところを理解しない場合、簡単に移行することは難しいため、まずは自分の開発するところで使っている機能についてのマイグレーションガイドを読み通すことをお勧めします。 また、この時にですね現状の View2 の挙動というものを十分に記録しておくことによって、スナップショットでもいいかなと思うんですけど、十分に記録しておくことによって、後から View3 との挙動の違いがないかというところを確認できるため、今の挙動について理解していくことも大切です。ブレイキングチェンジズについて理解したあとは、それらの対応をどれだけ楽できるかというところを確認します。 え先ほど申し上げたようなビューデミといったツールを利用すると、えー、自分たちで細かな際の挙動を吸収することなく、えー、ライブラに任せることができます。えー、例えばビューデミはコンポジション API をベースとしてロジックを書くことによって、ビ、え、ュー w 2向けにポートされた AtView スラッシュ Composition API のパッケージと View3、えー、のパッケージの依存先をシームレスに切り替えることができるパッケージとなっています。 実態としては非常に薄いものになっているので、あまり挙動に,、えー、に対して変な手を入れることもなく、えー、円滑な移行が可能となっております。また、ビューデメの開発者であるアンソニーさんは、b h s のコアチームのメンバーでもあるため、その点でも、えー、安定性といったところに大きく信頼を寄せることができるかと思います。実際のビューデメの動作イメージです。 えー、ビューデミについては、えー、基本的に我々、えー、パッケージをビュー3側から開発、えー、ビュー3側の、えー、ライブラリからビューデミパッケージを読むことで、えー、利用します。例えば、リアクティブを読む場合、ビューのパッケージではなく、このようにビューデミのパッケージから読み込みます。こうすることによって、内部のノードモジュールスの中にあるビューパッケージのバージョンを確認することによって、えー、ビュー2であったり、ビュー3であったり、 っていう依存を柔軟に切り替えてくれるようなツールとなっております。なので、ライブラリ開発者は、えー、普段通り View3 のコードで書くだけで、View2、えー、View3 にユーザー側がスイッチすることによって対応できるというふう,うな形となっております、えー。こうした場合、我々はコンポジション API を書くだけで十分な提供ができるため、えー、今の、例えば、えー、今プラグインとして提供しているものをコンポジション API として書き直す。 というだけで我々の仕事は完了します。このようなコンバーターで解決できるようなものがあればできるだけ使っていくと良いと思います。ただ、そうではない場合というものもあるかと思います。具体的にはかなりサーフェスの表面的な API の違いに左右されるような場合です。そういったときにはどのようにパッケージを切り出すかという戦略について知っておくと良いかと思います。 えー、具体的にはゼロベースで新しいパッケージとして構成し直すか、モノレポを使うかという話が重要になってきます。えー、ゼロベースでパッケージを構築し直した場合、えー、これまでの、えー、ビ,ュービュー1からビュー2の時にもありましたけれども、えー、今ビュー2、ホニャラというパッケージとして提供されているものは、えー、基本的にゼロベースでパッケージを構築し直したものとなります。 ゼロから構築することによって完全に別のコードベースとなるため、先ほど言及したようなツールチェーンをどのように共用するか、BLCLI やビリといった環境とビートの環境をどのように共存するか、や、破壊的変更のことを意識することなく新しく開発することができます。 また別のパッケージと、別のリポジトリなどとして、えー、切り出すことによって、えー、同盟パッケージのバージョン違いっていうものを、えー、楽にメンテナンスできるようになるため、アットネクストとして段階的にインストールするような戦略を取ることもできます。えー、実際に b j s のコア自体がまだアットネクストでインストールする時代ですから、えー、それに合わせてアットネクストとして提供するというのがやりやすいのが、この、えー、方式の特徴かと思います。 ただ、コアとなるようなライブラリのロジックがかなり厚い場合はですね、もちろん多重管理となってしまうので、そこは弱みとなるかなと思います。一方で、モノレポとして提供する場合は、その逆の良さと悪さがあります。コンポーネントの、コンポーネントなどの開発ツールシェインというところを、それぞれ一つのリポジトリ内で管理しないといけないというデメリットはあるのですけれども、その一方で、コアロジックの共容ができる。 というメリットがありま,すまた、一応、l a r n e や l a r n w o r ー s p a などの、えー、パッケージを利用することによって、放、え、出、ー、しないことで、えー、各パッケージ内で依存を閉じさせることもできるので、えー、そういった面でも、えー、ある程度楽をしつつ、えーね、定員も少ないといったものが、えーと、といった手法になります。 ただ、弱みとしては、特にラガナ a などの場合は、パッケージ室内に同一のパッケージ名を持てないため、どうしても別名パッケージとしてパブリッシュする必要が出てきます。そうした場合、将来的にそのパッケージ名のデフォルトをュー3にしたい場合、どうするかといったことは考えなければなりません。ただ、モノレポを使う例は、社内でも豊富にありまして、 例えば、ディレクティブを大量に提供しているようなパッケージが、ライン社員にはあるのですけれども、そういった場合は、コアパッケージとしてフックのディレクティブフックを、本体を書いてしまって、各パッケージではその名前をアタッチし直すだけといった処理を書いているようなことがよくあります。こういった、こういった手法を行うとですね、かなり低いコストで、 View2、View3 に対応できるため、特にインターナルで療養のコストがある場合など、療用の必要がある場合などは、コストを低く実現できるかと思います。また、余談でありますが、どちらの方法を取る場合でも、View コードモッドについて理解しておくとより円滑です。どちらの場合も、コードが分割される以上、どうしても両方のコードベースに手を入れる必要はありますけれども、 ビューコードモッドと呼ばれる、えー、オフィシャルに、えー、ビューの、えー、オフィシャルによって提供されている、えー、コード変換ツールを利用すると、シームレスにビュー2のコードをビュー3へと移行することができます。えー、まだエクスペリメンタルであるため、完全にすべてが動作するという状態ではありませんが、えー、知っておくことによって今後楽になるかもしれません。 えでは最後に簡単になんですけれども、えー、View2 向きライブラリの v i e 3対応を取りやめたという少し苦いケースについて紹介させていただければと思います。まあ、ネガティブな話にはなってしまいますけれども、学べとして共有できればと思います。えー、対象となるパッケージは私が個人で管理している ViewFixedHeader、えー、というパッケージとなります。えー、こちらはですね、 ポジションスティッキーの挙動を IE11 でも実現しつつ、アニメーションに強いという優位性を持つ固定のスティッキーヘッダーのライブラリとなっております。このパッケージはです、ね、少し見づらいのですけれども、レンダーファンクションを中心に作られておりまして、かつ、チルドレンに依存しているという、チルドレンに依存して、レンダーファンクションによって、チルドレンの中身を書き換えるというパッケージとなっております。 実際のコードがこのような形で DOM を FixedHeader というコンポーネントにデラップすることによって実 DOM 上に悪影響を及ぼすことなくクラスだけをアタッチするという挙動を実現しているパッケージとなっております。なので使い心地としてはディレクティブに近いようなものとなっています。ただですね、こういった場合、 えー、レンダーファンクションを、えー、で、えー、挙動を実現しているため、まずフラグメントに対しての、えー、対応を行う必要がありますし、えー、その上で、レンダーファンクションがインポートされているのか、あるいは、えー、引数として渡ってきている View2 のスタイルなのかというところの際も、えー、吸収しないといけないといった問題が出てきました、えー。どちらも対応することは難しくない課題ではあるのですけれども、View3、えー、がどうしてもディペンデンシーズに入ってしまうなどの問題が出てきて、 しし、えー、しばらく課題を、えー、掘りようとしていました、えー、その中で、先ほど挙げたようなモノレッポ戦略や別リポジトリといったボキャブラリーが増えてきたのですけれども、えー、ちょうど対応を検討していた時期に、えー、IE11 のサポート終了が入ってしまい、えー、結果として ViewFixedHeader、えー、のコアバリューである、えー、IE11 の対応もできるようなパッケージであるというところは、えー、v ュ e ツ2においてのみ効力が発揮されるようなものとなりました。 これによって、このパッケージについては、今後はビューツー向けとして提供していくような形を取ることとなりました。少し苦いエピソードでありますけれども、レンダーファンクションなどに依存している場合はです、ね、インポートの設定が必要であったり、あるいはディレクティブと同じようにフラグメントの対応が必要であったりとなかなか頭を悩ませる部分が多くありましたので、 えー、そういった、えー、破壊的変更を事前に知ることによってコスト感を見積もることはができたというところは良、えー、い、えー、点であった一方で、まあ、少し、えー、そういったところで、えー、大きくコースが書かれているところは利用していくべきです、えー。少し長くなってしまいましたが、えー、最後に簡単にまとめたいと思います。えー、基本的にはですね、 えー、古いものをサポートするというところを気にするしすぎるよりも、えー、View3 に、えー、目を向けてですね、View3 向けのパッケージを開発し続けること、そしてユーザー側に、えー、View2 対応というところを、えー、お願いできる要素があるというところを知っておくと良いと思います。ただ、えー、どちらもサポートする場合は、いくつかの大きなブレーキングチェンジについて知った後に、えー、それをどれだけツールでカバーできるかというところを知っておくと良いと思います。 ただ、それでも両対応が難しいものがは、というものは現実に存在しますので、そこでは無理しすぎないことも大切かと思います。えー、持続可能な状態が一番ですので、えー、ライブラリ開発のハードルを下げて、メンテナンスのハードルを下げるというところを一番にできるといいかと思います、えー。以上で発表を終了としたいと思います。ありがとうございました。はい、花谷さん、ありがとうございました。 ありがとうございますそれではですね、あのー、質問があのいくつかあの届いているんですけれども、そちらにちょっとあのご回答いただきたいなというふうに思います。まず、あのー、最初がですね、現状ではなくすと使うとビューツ扱いになるのかな的な <laughs> ああ。それは、えっと、どっちの意味ですかね。あ では、ちょっと簡単に回答させていただきますと、えっと、冒頭でナクストのパッケージを開発しているため、VU2 を向いているって話をしたかなと思うんですけど、これについては、えっと a c s t のエコシステムについては、えー、やはりまだナクスト本体が V2 が主流でありまして、それによって VU2、えー、をサポートしないといけないことから、えー、私が開発しているパッケージっていうのはどうしても VU2 を向いてしまうっていうふうな意図でありました。うんうん でもしアプリケーションコードの話でいうと、ですね NEXT 側にも、コンポジション API で記述することができるパッケージ自体はありますので、そういったものは有効活用できるのではないかなと思いいまますすなるほどありがとうござ次の質問が、ですねあの NEXT にあのコンポジション API だけ追加しても、他のライブラリは 2K 付系になるなら、ちょっとずつ気になるという質問が来てるんですけど。どうどうどういうことだろう どういうことだろうコンポジション API だっけ。えっと,、えー、と、だから。そう,そうです、そうです。えっと、一応、えっ、ー、と、 NAXTJS と,、えっと、ちょっと今回の、えっと、登壇内容からそれちゃうんで、簡単に、えー、回答して終わりにしたいと思うんで、うんえっと、詳しい話は Twitter で返しますっていう感じにさせていただければと思うんですけど、<laughs> えっと、NAXTJS については、どのみちコアがまだ今 V2 でアプリケーション開発している限りは V2 だと思うんで、えっと、V2 がデフォルトになるかなと思います。でかつ、えっと、につにいての はえー、っとプレゼンテーションというのはこの後行われています、えー、行われる予定ですので、ぜひぜひ皆さんそちらを見てくださいというふうな回答でよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、はい、了解です <laughs>、はい、それではですねあの、花谷さん、本当にありがとうございましたありがとうございました。 あの続きましてですねあの次のセッションに移りたいなというふうに思うんですけれども次はあの韓国のあの BJS contributor であるチャンジュさんからあのお話をいただきたいなというふうに思いますそれではあのチャンジュさんあの登壇のあの準備をお願いしますであのその前にですねあのきもあの申し上げ ますけれどもあのこちらの各セッションにあの,の最後で Q&A にあのお答えをしているというところがありますのでぜひ、ね、皆さんあの、話を聞きながら気になるところがあればあのこちら Q&A 機能であの質問を投げていただければなというふうに思います。でそれではです、ね、あの次のセッションとして「LeadforNextJS3」というテーマで,です、ね、あのチャンジュさんから話をいただきたいと思います。

저는 Vue.js 커뮤니티 파트너이며 한국어 문서를 관리하고 있습니다. 대부분 웹 애플리케이션 개발에 넥스트를 사용하고 있고 넥스트 관련 오픈소스에 기여를 하고 있습니다. 오늘 발표는 넥스트가 주제이니 자주 사용해보셨을 프로젝트의 컨트리뷰션으로는 크리에이트 넥스트 앱의 타입스크립트 지원이 있습니다. 저는 현재 아이플레이터에서 소프트웨어 개발자로 일을 하고 있고 주로 Vue.js 관련 프로젝트를 하고 있으며 Vue.js 외에는 플러터를 다루고 있습니다. 발표 이후에 궁금하신 내용이 있으면 아래에. 주소로 연락 주시면 잘 답변 드리겠습니다. 이 발표는 한국어로 진행합니다. 슬라이드가 한글로 적혀 있으면 아마 일본 분들께서 이해하기 어려우실 것 같아서 영어로 만들었습니다. 그리고 이 발표를 보고 계신 가족 그리고 친구분들께서 코로나19 바이러스로부터 안전하셨으면 좋겠습니다. 지금 일본은 긴급 사태인 것을 알고 있는데 이 힘든 시기를 잘 넘기셔서 이전과 같이 한국과 일본을 서로 안전하게 여행할 수 있었으면 좋겠습니다. 그리고 기회가 된다면 BJS 사용자들을 일본에서 만나보고 싶습니다. BJS 한국어 사용자 그룹은 페이스북과 슬랙 두 곳에 있습니다. 한국어 사용자 그룹에 관심 이 있는 분들께서는 언제든지 참여를 해줄 수 있습니다. 최근에 한국어 사용자 그룹에서 나온 좋은 소식이 있는데요. 바로 커뮤니티에서 주도적으로 BJS3 문서가 번역되었습니다. 진행해주신 모든 분들과 특히 고생해주신 안지성님께 감사의 말씀을 드리고 싶습니다. 제가 오늘 다룰 내용은 크게 네 가지입니다. n 스 x t j s 2를 간단히 설명드린 다음 왜 제가 연말에 출시될 n 스 x t j s 3를 기다리고 있는지 말씀드리고 n 스 x t j s 3의 새로운 렌더링 엔진인 Nitro를 알아볼 것입니다. 그리고 n 스 x t j s 를 위한 컴포지션 API를 소개합니다. 아직 버전이 낮지만 잘 작동하는 라이브러리입니다. 그렇기 때문에 n 스 x t j s 3 정식 릴리즈전에도 적용할 수 있는 몇 가지 주요 기능을 안내하겠습니다. 넥스트 JS 3를 준비하기 위해서는 넥스트 JS가 무엇인지 먼저 알아야 합니다. 이미 많은 분들께서 알고 계시겠지만 제가 중요하게 생각하는 몇 가지만 말씀드리자면 넥스트 JS는 유니버설 애플리케이션을 만들 수 있는 프레임워크입니다. 처음 앱을 접근하면 서버 사이드 렌더링으로 이후 내비게이션은 클라이언트 사이드 렌더링으로 작동합니다. 이 방식은 서버 사이드 렌더링 장점과 클라이언트 사이드 렌더링의 장점을 모두 가질 수 있습니다. 그리고 넥스트는 페이지스 스티... 디렉터리에 있는 컴포넌트 파일 이름을 이용해 자동으로 라우팅 설정을 합니다. 예를 들면 index 뷰와 about 뷰 파일이 있을 때 루트 라우트와 어바웃 라우트를 n u x t j s 가 자동으로 만들어 줍니다. 따로 뷰 라우트 설정을 할 필요가 없습니다. 편한 라우트 설정과 함께 코드 스플릿 기능을 제공합니다. 기본적으로 페이지 단위로 나눠 주는데 이 효과를 극대화하기 위해 현재 페이지에서 n u x t 링크가 있다면 다음 페이지에 사용할 파일을 미리 불러오는 스마트 프리패치 기능도 활용할 수 있습니다. NoxJS는 유니버설 모드와 싱글 페이지 애플리케이션 모드 외에 한 가지 더 있습니다. 설정 파일에서 타겟을 스태틱으로 설정하고 NoxGenerate 용으로 이용해 전체 페이지를 HTML 파일로 만들 수 있습니다. 요즘 호스팅을 무료로 해주는 서비스들이 많이 나와, 나와 있어 풀 스태틱으로 NoxJS 애플리케이션을 만든다면 서버가 필요없는 애플리케이션을 만들 수 있습니다. 제가 개인적으로 넥스트 제이스를 사용하는 이유는 잘 정돈된 애플리케이션 구성을 할수 있다는 점입니다. 이는 설정보다 관습이라는 넥스트 제이스의 기본 철학을 따릅니다. 여러 명이 한 프로젝트를 한다면 미리 정해져야할 규칙이 많이 있는데 넥스트 제이스는 규칙을 정하느라 낭비되는 시간을 줄여주고 진짜 필요한 애플리케이션 개발에 집중할 수 있도록 도와줍니다. 그리고 넥스트 제이스 팀은 개발 경험을 중요하게 생각합니다. 우선 프로젝트를 만드는 데 도움을 주는 CLI 도구인 크레이트 넥스탭 앱을 제공합니다. 크리에이트 넥스트 앱이 있다는 것은 넥스트 JS를 선택할 만한 충분한 이유가 됩니다. 웹 애플리케이션을 만드는 동안 결정해야 할 여러 가지 선택 사항들을 프로젝트 시작 시점에 간단하게 구성할 수 있도록 도와줍니다. 그리고 넥스트의 컴포넌트 시스템은 사용 중인 컴포넌트를 자동으로 찾아서 임포트를 해줍니다. 제 생각에 넥스트 JS2는 거의 완벽한 뷰제이스 애플리케이션 프레, 프레임워크입니다. 저는 뷰 애플리케이션을 개발한다면 무조건 넥스트를 선택하곤 합니다. 하지만 요즘 조금 고민을 하고 있습니다. 약간의 문제가 있기 때문이죠. 어떤 문제가 있어서 제가 d u c k d j S3를 기다리고 있을까요? d u c k j s 는 이제 너무 오래된 라이브러리와 빌드 도구를 사용하고 있습니다. 지속적으로 업데이트가 되고 있지만 몇 가지 한계가 있습니다. 앞, 앞서 발표에서 말씀해 주셨던 내용도 약간 포함이 되는데, 우선 d u c k d S2 버전은 아직 v 제 e d 버전 2를 사용하고 있습니다. 그렇기 때문에 VueJS 3에 추가된 텔레포트, 컴포지션 API, 멀티 루트 템플릿, 그리고 서스펜스, 그리고 멀티플 v 모델 등 새로운 기능을 럭스 JS 2에서는 사용할 수가 없습니다. 지금 기준으로 VueJS 2를 이용해서 얻을 수 있는 장점은 이제 인터넷 익스플로러 11을 버전을 지원한다는 정도가 있을 것 같습니다. 그리고 럭스트 2를 쓰면서 괴로운 부분은 바로 빌드 시간입니다. 어쩌면 빌드 시간이 오래 걸리는 것이 저한테는 조금 더 괴로운 일이라고 생각합니다. u 스트를 이용해 개발해 보신 분들은 이미 아실 수 있을 것 같습니다. 터미널에서 프로젝트를 개발 모드로 시작한다고 가정해 보면 u 스트 JS 애플리케이션은 프로젝트를 만든 지 얼마 안된 안된 시점에서는 그래도 빠르게 시작됩니다. 그러나 애플리케이션의 크기가 커지고 여러 라이브러리 설치하게 되면 시작하는 데만 30초에서 1분 이상이 걸립니다. 단순하게 오타만 수정해도 반영되는데 몇 초가 걸릴 수도 있습니다. 하루 종일 n e x t j s 애플리케이션을 개발하다 보면 빌드 시간으로 대부분을 쓴다는 생각도 들기도 합니다. 지금 제가 이 말씀을 드리는 동안도 아직 시작을 못했습니다. 일단 넘어가면 이 그림을 보시면 웹팩을 사용하는 n 스 x t j s 와 ES 빌드의 속도 차이를 아마 보실 수 있을 것 같습니다. 만약 n 스 x t 의 여러 장점과 함께 애플리케이션의 시작 시간, 그 빌드 시간이 빠르면 얼마나 좋을지 모르겠습니다. 최신 라이브러리와 빠른 빌드 도구를 가진 넉스트제이스2의 대안이 있긴 합니다. 물론 저는 넉스트제이스3의 버전을 기다리고 있고 계속 넉스트제이스2 버전을 사용하겠지만 더 최신 기능을 먼저 사용해보고 싶은 분들에 대한 대안이 있습니다. 비테스는 프랑스어로 빠름이라고 하는데 뷰제이스와 비트를 이용해 만든 넉스트제이스와 유사한 기능을 가진 템플릿입니다. 비테스에 관심을 가지고 있는 이유는 BJS 3를 이용한 것도 있지만 빠른 빌드 시간을 이용할 수도 있는 것입니다. 비트와 비테스는 아마 넥스트 3에 자극을 준것 같습니다. 넥스트 3에서는 Webpack 5와 비트를 사용할 수 있고 앞서 설명드린 ES 빌드를 개발 중에 사용할 수 있습니다. 그리고 PostCSS 8을 이용해 CSS 라이브러리 처리에도 성능 향상이 기대됩니다. 넥스트 j s 2 성능 개선 이슈는 2019년에 열려 있고. 현재도 많은 부분이 해결이 되었음에도 아직 많은 추가 개선 사항들이 남아 있습니다. 이제 넥스트 JS 3에 추가된 새로운 기능 중 하나인 나이트로를 살펴볼 텐데요. 최근 제 j s 암스테르담에서 발표된 나이트로는 스태틱 빌드를 위한 샌, 새로운 렌더링 엔진입니다. 지금 보실 영상은 넥스트 JS 팀에서 만드는 넥스트 나이트로 데모와 그 제가 만든 넥스트 JS 서버 사이드 렌더링 애플리케이션의 콜드 스타트 시간 차이를 보여줍니다. 제가 만든 애플리케이션의 대부분의 내용은 넥스트 나이트로 데, 데모에서 다 가져왔는데 서버리스 플랫폼마다 약간씩 다른 측정 결과를 보여주지만 보통의 경우에 나이트로를 사용한 데모가 넥스트 서버 사이드 렌더링보다 더 빠른 콜드 스타트 시, 시간을 보여, 보여줍니다. 넥스트 나이트로는 새로운 렌더링으로 렌더링 엔진으로 바닥부터 새로 만들어지고 있고 이는 서버리스 환경에서 콜드 스타트를 빠르게 하는 데 목적이 있습니다. 나이트로는 스태틱 파일과 API 요청을 고성능 HTTP 프레임워크인 H3를 이용해서 제공합니다 제가 벤치마크를 해본 결과 거의 네이티브 HTTP 모듈에 가까운 속도를 보여줍니다 그리고 많은 서버리스 플랫폼에서 사용할 수 있도록 준비된 파일들을 n o d e 스 o e 의 n i t r 패키지에서 볼수 있었습니다 물론 n 스 x 2 버전에서도 n 이트로를 사용할 수 있도록 준비가 되어 있습니다 주의하셔야 할 부분은 n 스 x 2 e 버전을 사용하셔야 됩니다 제가 개발하는 프로젝트의 설정을 해 봤지만 제 프로젝트에서는 구동하는 데 실패했습니다. 나이트로 데모 또한 제 환경에서 개발 모드에서 실행하는데 에러가 발생합니다. 이런 문제가 되는 부분을 수정하려고 찾아봤지만 나이트로는 아직 오픈 소스가 아니고 오픈 소스로 공개할 예정이 없는 것처럼 보입니다. 하지만 나이트로를 구성하는 오픈 소스 프로젝트들은 지금도 확인해 보실 수 있습니다. UNJS는 넉스 JS에 포함되는 유니버설 라이브 자바스크립트 애플리케이션을 위한 라이브러리를 만드는 조직입니다. H3를 포함한 여러 라이브러리를 확인해 보시면 좋을 것 같습니다. 이번에는 n 스 x t j s 3에 추가될 n 스 x t j s 용 컴포지션 API를 살펴보겠습니다. 나이트로와 다르게 기존 n 스 x t j s 2 버전에서도 잘 작동합니다. Vue.js 3 정식 릴리즈 이전에 Vue 컴포지션 API가 먼저 발표된 것과 같다고 생각하시면 됩니다. n 스 x t Composition API는 Vue.js Composition API의 슈퍼셋입니다. n 스 x t Composition API만 설치하셔도 Vue 버전의 모든 기능을 그대로 사용하실 수 있습니다. Vue 컴포넌트의 기본 구성 방식은 Option API를 이용합니다. Option API는 각각 Props, data, Computed Property와 메소드, 그리고 라이프 사이클 훅으로 나뉩니다. n 스 x t j s 는이 밖에 a s y n c h r o a t 와 패치 등 추가적인 옵션을 제공합니다. 컴포넌트 크기가 아직 작은 경우에는 컴포넌트 개발하면서 소스코드에서 필요한 코드를 찾는데 크게 헷갈리지가 않습니다 그러나 VJS 애플리케이션을 개발하다 보면 점점 컴포넌트 크기가 커지게 됩니다 컴포넌트 크기를 작게 만드는 해결 방법이 있지만 이 경우 부모 컴포넌트와 자식 컴포넌트 간 커뮤니케이션 문제를 발생시킵니다 컴포지션 API는 컴포넌트의 논리적인 관진사를잘종론될수 있도록 만들어줍니다 아래 그림을 보시면 여러 기능이 있을 때각 기능들이 옵션 API에서는 흩어져 있지만 세덤 메소드 안에서는 각 기능별로 관심사를 구분할 수 있는 것을 보여줍니다. 컴포지션 API는 코드 재사용에도 도움을 줄수 있습니다. BJS에는 코드 재사용을 위하여 믹스인한 기능이 있습니다. 믹스인은 필요한 기능별로 코드를 재사용할 수 있도록 도움을 주지만 여러 믹스인을 사용하는 경우에 믹스인 간 충돌이 발생할 수 있고 그리고 여러 믹스인 간의 관계를 명확하게 구분하기도 쉽지가 않습니다. 그리고 스코프트 슬로우를 사용할 수도 있지만 불필요하게 템플릿을 이용해야 된다는 문제가 있습니다. v j s 컴포지션 API는 함수만을 이용합니다. 자바스크립트 또는 타입스크립트 코드만을 이용하기 때문에 개발 도구의 지원도 그대로 적용할 수 있습니다. 반응성을 가진 데이터와 순수 함수를 이용해서 필요한 코드를 구현한, 구현하고 그 결과를 세던 메서드에서 필요한 부분만 가져와 사용할 수도 있습니다. 세던 메서드는 컴포지션 API 의 시작 이자 끝입니다. 세터 메소드는 두 개의 애교 멤트인 플러스와 세터 컨텍스트를 제공하고 세터 메소드에서 리턴한 정보는 템플릿과 다른 뷰컴포넌트 옵션에서 사용할 수 있습니다. 컴포지션 API를 만들어서에서 만든 후 메소드는 세터 바에서 사용할 수 있고 다른 라이프 사이클에서 실행되는 코드를 위해 뷰 컴포지션 API처럼 온으로 시작하는 라이프 사이클을 위한 메소드를 세터 메소드 안에서 만들 수 있습니다. 그러면 세터 메소드는 언제 호출될까요? n 스 x t j s 애플리케이션이 처음 시작할 때, 즉 서버 사이드 렌더링으로 작동할 때, 세업 메소드는 서버에서 실행됩니다. 두 번째 줄을 보시면 beforeCreate 다음 그리고 created 이전의 세업 메소드가 서버에서 실행된 것을 확인할 수 있습니다. 다른, 다른 라이프사이클 은 뷰와 동일합니다. 세업안에서 실행한 on으로 시작하는 라이프사이클 메소드는 각 시점에 맞게 호출되는 것을 확인할 수 있습니다. 한 페이지에서 다른 페이지로 이동할 때, n 스 x t j s 는 클라이언트 사이드 렌더링을 합니다. 이때 세덤 메소드는 클라이언트 사이드에서 불러집니다 역시 컴포지션 API용 라이프사이클 메소드는 각 시점에 맞게 호출됩니다. 처음 컴포지션 API를 사용하게 되면 만나는 문제는 DICE, 즉넥스트 컨텍스트에 접근할 수 없다는 것입니다. 세덤 메소드에서 d i d e 는 언디파인드입니다. 예를 들어 넥스트 애플리케이션을 개발하면서 넥스 액시오스 모듈을 설치한 경우에 어떻게 세덤 메소드에서 액시오스를 사용할 수 있을까요? 넉스트 컨텍스트가 가진 속성을 접근하려면 useContext를 이용해야 됩니다 useContext를 이용해 컴포지션 API를 사용하기 이전 디스를 이용해서 접근하던 방식을 사용할 수 있습니다 넥스트 Axios 모듈을 설치했다면 디스 s a x i o s 와 같이 사용해야 됩니다 뷰 컴포넌트 옵션 API 어디서든 접근할 수 있습니다 셋업 메소드 안에서는 useContext가 리턴한 결과에서 액시오스 모듈을 가져올 수 있습니다. 그러면 라우터와 라우트 스토어는 어떻게 접근해야 될까요? 유즈 컨텍스트로는 접근할 수가 없습니다. 유즈 컨텍스트는 라우트 관련 속성을 가지고 있지만 넥스 JS 3에서는 모두 사라질 예정입니다. 지금 넥스 JS 컴포지션 API를 사용한다면 라우트는 유즈 라우트, 라우터는 유즈 라우터를 사용해서 가져와야 합니다. 템플릿에서는 이전과 동일하게 라우트를 이용해 라우트 속성에 접근할 수 있습니다. u 엑스를 사용해야 되는 경우에는 유즈 스토어를 사용할 수 있습니다. 이번에는 HTML의 헤드 태그를 살펴볼 텐데요. 넥스트는 뷰 메타 라이브러리 이용해 각 페이지별로 타이틀이나 메타 등 검색 엔진 최적화에 필요한 정보들을 지정할 수 있습니다. 컴포지션 API를 이용하는 경우에는 어떻게 할수 있을까요? 컴포지션 API에서 제공하는 유즈 메타를 사용하면 됩니다. 유즈 메타의 결과는 타이틀과 타이틀 템플릿. 메타 등 기존 넥스트의 헤드 속성에서 사용하던 대부분의 내용을 접근할 수 있습니다. 이 화면처럼 타이틀을 유즈 메타로 가져온 다음 타이틀 점 밸류의 값을 넣어 페이지의 타이틀을 변경할 수가 있습니다. 보여드리는 화면은 1초마다 타이틀을 변경하는 데모입니다. 다른 레프로 선언된 반응성을 가진 데이터를 사용하는 것과 같은 방법으로 사용할 수 있습니다. 간단한 예제지만 여기서 주의하셔야 될 내용이 있습니다. 유즈 메타를 사용할 때는 헤드 속성을 컴포넌트에 추가해 주셔야 됩니다. 이 속성이 없으면 넥스트 JS 컴포지션 API는 컴포넌트 레벨의 메타에 접근하지 못하고 오류를 발생합니다. 이렇게 빈 헤드만 추가하시면 오류가 사라집니다. 꼭 추가하셔야 됩니다. 이번에는 컴포지션 API를 이용한 데이터 조회를 알아보겠습니다. 넥스트를 이용해서 개발하시면 에이싱크 데이터와 패치를 사용하고 계실 텐데요. 컴포지션 API에서는 어떤 도구를 제공하는지 알아보고 어떤 차이가 있는지 알아보겠습니다. 현재 각 목적에 따라 세 가지 옵션을 제공하고 있습니다. 유즈 에이싱크, 유즈 패치, 그리고 스태틱 사이트 제너레이션에 사용되는 유즈 스 i 틱이 있습니다. 하나씩 살펴보겠습니다. 유즈 에이싱크는 이름을 보면 넉스제이스2의 에이싱크 데이터와 유사해 보입니다. 일부는 비슷한 부분이 있지만 완전히 같은 방식으로 동작하지는 않습니다. 기존 async 데이터는 다음과 같이 사용할 수 있습니다 하이라이트된 코드는 Nuxt 컨텍스트에서 API를 호출한 결과를 컨텍스트의 데이터에 머지하는 것을 보여줍니다 useAsync는 setup 메소드에서 다음과 같이 사용합니다 useContext를 이용해 n u x Axios 인스턴스를 가져온 다음 useAsync 메소드를 이용해 요청 결과를 포스트에 저장합니다 API 요청, 요청이 성공적으로 이루어지면 반응성이 있는 데이터를 리턴합니다 지금 이 예제에서는 리턴을 하지 않았는데 실제로 사용하실 때는 리턴을 꼭해 주셔야 템플릿에서 사용하실 수 있습니다. 유주 에이싱크와 에이싱크 데이터는 같은 부분이 있고 다른 부분이 있습니다. 화면에서 빨간색은 API 요청을, 파란색은 데이터의 변경을 나타냅니다. 그리고 초록색은 UI의 변경을 말합니다. 서버 사이드 렌더링 즉 유주 에이싱크와 에이싱크 데이터가 넉스 제이스 애플리케이션에서 처음 요청되는 경우 같은 타임라인을 보여줍니다. API를 요청하고 데이터를 채운 다음 화면을 그립니다. 완전히 동일합니다. 하지만 클라이언트 사이드는 다르게 동작합니다. async 데이터는 API를 호출한 다음 다음 데이터를 가져올 때까지 UI를 블록킹합니다. 만약 API가 느리다면 async 데이터를 사용하는 페이지 결과를 보기까지 시간이 조금 걸립니다. 유저 async는 async 데이터와 다르게 동작합니다. 페이지 요청이 시작되면 AP를 요청하면서 API를 요청하면서 함께 UI를 그리기 시작합니다. 그때 데이터를 받을 변수는 널로 우선 설정됩니다. 그리고 API 요청이 끝나면 데이터를 지정하고 UI를 업데이트합니다. NUXT Composition API를 사용하시면서 꼭 기억하셔야 할 내용이 있습니다. 유 s e Async를 사용할 때두 번째 파라미터의 키를 꼭 입력하셔야 됩니다. 이 키는 서버 사이드와 클라이언트 사이드에 데이터가 일치하도록 만들어줍니다. 키를 입력하지 않는 경우에는 항상 그렇게 발생하지는 않지만 다른 곳으로부터 내비게이션 할때 다른 API를 요청하더라도 처음 요청한 결과 그대로 나오는 문제가 있었습니다 유즈 패치는 넥스트 컴포지션 API에서 사용할 수 있는 라이프 사이클입니다 유즈 패치는 패치와 패치 스테이트 두 가지 속성을 리턴합니다 패치는 유즈 패치의 API 요청 메소드를 수동으로 실행하는 용도로 사용하고 패치 스테이트는 API 요청 상태를 확인하는데 사용합니다 패치 스테이트는 에러 펜딩 타임스탬프 세 가지 속성을 가지고 있습니다. 이를 이용해서 템플릿에서 에러 처리와 API 요청 중 로딩 화면을 보여줄 수 있습니다. 그리고 타임스탬프로 얼마나 최근에 이 API를 요청했는지 알수 있습니다. 유즈 에이싱크는 새로고침을 제공하지 않지만 유즈 패치는 가능합니다. 유즈 패치의 결과에서 나오는 가져온 패치를 호출하면 새로고침을 구현할 수 있습니다. 유즈 스테틱은 스테틱 사이트 제너레이터에서 사용합니다. 개발 중에는 유즈 에이싱크와 유사하게 동작합니다. 그러나 넉스트 제너레이트 명령을 이용하면 각 페이지별로 필요한 JSON 데이터를 미리 파일로 만들고 프로덕션 애플리케이션은 미리 만들어둔 JSON 파일을 사용합니다. 마지막으로 한 가지 더 있습니다. 넉스트 제이스의 추가 예정인 새로운 내용을 간략히 말, 말씀드리고 마치겠습니다. 바로 swr입니다. stale while revalidate의 줄임말인 swr은 http 5861 문서에 자세한 설명이 있습니다. 간단히 말씀드리면 SWR은 첫 번째 요청이 아닌 두 번째 네비게이션 상황에서 기존의 요청한 데이터를 미리 보여준 다음 백그라운드에서 새로운 데이터를 가져와 교체합니다. 만약에 에러가 있다면 에러를 보여주지 않고 기존 데이터를 먼저 보여주는 방식으로도 사용할 수 있습니다. 사용자에게 화면을 먼저 보여주어 사용성을 높이는데 목적이 있습니다. Next.js 3에서는 이 SWR과 유사한 캐시 방식이 추가될 예정입니다. 그리고 SWRv. 수업을 하고 발음하는 이 라이브러리는 Vue.js를 위한 SWR 라이브러리입니다. 수업은 컴포지션 API를 이용해 만들었습니다. 컴포지션 API에 관심이 생기셨다면 수업까지 사용해 보시는 걸 추천드립니다. 이 데모는 유즈 패치를 사용해서 데모를 데이터를 가져오는 경우와 유즈 수업을 사용해서 데이터를 가져오는 경우를 비교합니다. 유즈 패치는 매 내비게이션마다 로딩을 보여준 다음 새로 데이터를 요청합니다. 하지만 유지 수업은 조금 다르게 동작합니다. 처음에는 로딩을 하지만 다음 요청부터는 캐시 시나 시간이 지나기 전에 기존 데이터를 보여주고 그 다음에 새로운 API를 요청합니다. 이 내용은 데모 URL에 있습니다. 직접 들어와 보신 다음 실제로 어떻게 동작하는지 살펴보시면 좋을 것 같습니다. 제가 오늘 안내해 드린 대부분의 내용은 이 URL에 있습니다. 결론을 말씀드린다면 Nuxt.js2는 여전히 최고의 Vue.js 프레임워크입니다. 그리고 Nuxt.js3는 조금 더 좋아질 것이라고 생각합니다. 나이트로는 서버리스를 위한 새로운 옵션이 되겠지만 Nuxt.js2에서는 아직 잘 작동하지 않습니다. 그리고 마지막으로 컴포지션 API는 잘 동작합니다. 한번 사용해 보셨으면 좋겠습니다. 네, 이상으로 발표를 마치겠습니다. 여태까지 발표를 들어주셔서 감사합니다. はいチャンジュさんありがとうございました。えー、っと、私もカメラをつけます。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。ね、すごいですね。<laughs> ありがとうございます。でしたらですね、今あの質問があの3つぐらいあの今届いております。こちらちょっとあの回答していきたいなというふうに思うんですけれども、まずは最初がですね、あ今日のあの資料なんですけれども、こちらあの共有される予定なんですかで、いい茶料の時間、ちょっと守りため、今月を経てるやつが、 데모에 좀 여기 여러 가지 동영상이나 링크가 들어가 있어서 보시는 분들이 아마 직접 해보고 싶은 생각이 드실 수 있을 것 같아요. 그래서 바로 제공을 하겠습니다. 아, 하이, 안녕하십니 고맙습니다. 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 고맙 고맙습니다. 고맙습니다. 도요, 아무우 전달입니다. 네, 안녕니까 ,あの, 네, 아무 <laughs> 추기. 추기나 질문가 ですね、あ,あの, API は、あの、ナクスト専用ですかという質問が来ているんです 어, 이렇게 보시면 될거 같은데요. 자바스크립트가 있고 타입스크립트가 있는데 타입스크립트를 쓰면서 자바스크립트를 쓸수 있잖아요. 이거처럼 어, 보통 이걸 슈퍼세스라고 하는데 넥스 JS의 컴포지셔 API는 Vue.js 컴포지션 API를 그대로 들고 있고, 그 다음에 확장한 라이브러리이기 때문에 Vue.js 컴포넌트 컴포지션 API를 사용할 수 있습니다. 그리고 단독으로 사용할 수 있고, 넉스용으로 사, 사용할 수 있고요. 네, 감사합니다. 그럼 이제 질문을 드리겠습니다. と、はい、します。それとあの次の質問なんですけれども、今後あ NUXT とあのビートはえっとどんな関係になりますかというところですね。あライバルになるのか、あの共存するのか、どう思いますかという質問となります。NUXTJS は Beat の最初に 다루는 내용이 좀 다르고요. 넥스트는 프레임워크이고 비트 같은 경우는 빌드나 번들 도구로 보셔야 됩니다. 음. 그래서 넥스트 JS는 비트를 포함하는 이제 역할을 하게 될 거고요. 웹팩 5와 비슷한 역할을 하게 될것 같습니다. 어 넥스트 비트라고 넥스트 JS용 비트 이제 라이브러리, 라이브러리가 있는데 어, 사실 이것도 컴, 그 나이트로와 비슷하게 잘 작동하지는 않아요. 그래서 시험삼아 사용을 해보실 수는 있지만 어, 프로덕션에서 만약에 사용하신다면은 조금 힘들 것 같습니다. ,あの,あの,あの,まあ,あの, 네, 감사합니다. 이어서 관리업도 이어갑니다. 그리고 감사합니다. 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 감사 されると思いますので、電車へですね、あのついたなどで、あの皆さんとあのコミュニケーションをとっていただけたらなというふうに思います。それではですね、あのまあ、チャンジュさんのセッションはあのこれで終わりにしていきたいなというふうに思います。あのチャンジュさん本当にありがとうございました。で、ね、感謝します。ご清聴しまありがとうございました。ありがとうございます。 それではですね。あの次のセッションにあの移りたいなというふうに思います。で、あの次のセッションはですね。弊社 line のあの坂口さんよりあのお話をいただきたいなというふうに思ってます。坂口さん、あのセッションの準備をお願いします。それと、皆さんがあの先ほど先からあのちょっと伝えているんですけれども、あのまあ、セッションの最後にあの q&a 時間がありますので。 皆さん、あの、ぜひですね、あの、セッション聞きながら、気になるところがあれば。ぜひ、あの、Q. and A. 機能から、質問をお願いします。はい、はい、それでは、画面共有を行います。はい、お願いします。はい、はい、こちらで音声スライド、両方大丈夫でしょうか。はい、大丈夫です。はい。 はい、それではですね、あのー、坂口さんから、あのー、ビュージェス向けピボットテーブルライブラリ、ビューピボットテーブルプラスというあのテ,ーあのテーマでお話をい,きたいただきたいと思います。それではよろしくお願いします。はい、よろししくお願いします、はい、では、これから、えっと、ビュージェス向けピボットテーブルライブラリ、ビューピボットテーブルプラスとお伝しまして、LINE 株式会社の坂口が発表します。他の皆さんの皆セッションがこうフレーームワーク回り ためになる話の中で、突然こう、ピボットテーブルっていうものが出てきて、なんだそれはみたいな感じだと思うんですけど、少しマイナーな領域ではあるんですが、せっかくこのような機会をいただいたので、こんなのも作ってるよという紹介のつもりでお話しできればと思います。よろしくお願いします。はい。まずは最初に自己紹介をさせていただきます。改めまして、私、LINE 株式会社の坂口達彦と申します。 LINE のフロントエンド開発センター、UIT の Dev8 チームというところに所属をしています。はい、えっと、次に私の簡単な略歴です。ちょうど私2年ぐら、2年前の冬の大学院、在学,学時に LINE でインターンシップをさせていただいたことをきっかけに、続けてアルバイト、そのまま去年4月に新卒として、 入社をしましままたで現在、まあ、2年目といいう形になっていますちょうどこの2年前のインターンシップで行った内容というものが社内向けデータ分析ツールの改善という内容でしたこの時のインターンレポートが弊社のエンジニアリングブログにて公開されています画像は一記事のスクリーンショットです このえっは本発表でも出てきます。OASIS という社内向けのデータ分析ツールのフロントエンドの改善を行っていました。フレームワークの最新版へのアップデートやデザインの改善もやっていましたが、その中にピボットテーブル機能の追加というものがありました。今回のこのお話は、このインターンシップに加えて引き続き行っていたアルバイトの子にやってた v p o トテーブル機能に関する開発の話がメインになります。それでは、えっと、本日の発表のアジェンダです。えっと、前半はメイントピックである v p o トテーブルプラスの紹介として、その概要と、社内でどのように使われているかという導入事例についてお話をします。後半は開発の方向にフォーカスを当てて、 このライブラリがどのように開発されたか、そして今後どのように改善していくかの方向性について話をしていきたいと思います。それでは本発表の主役である ViewPivotTable Plus についてご紹介します。これは一言でまとめると v u e j s と Bootstrap という環境向けのビットテーブルコンポーネントです。 簡単に特徴を求めますと、これはもともと BeautybotTable というライブラリがありまして、それをフォークして開発がされました。また、このライブラリの独自の点でいえば、まずパフォーマンスを改善したことと、カスタマイズ機能を導入したことなどが挙げられます。このあたりの詳しい話は後ほどします。また、このライブラリはオープンソースで公開がされています。 GitHub に加えて NPM でライブラリとして公開、パッケージとして公開されていたり、また、えー、オープンソースとして公開するときには LINE デベロッパーの Twitter アカウントからも広報がされました。ではもう少し詳しくこのライブラリについて見ていきたいと思いますで。その前にちょっと先にピボットテーブルについて軽くまとめておきます。こちらは Excel のスクリーンショットなんですけれども、 えっと、左に表形式のデータがあります。まあ、ダミーデータなんですけど、左にある Day という、まあ、日,ごとの日ごとに PV や ID というデータが保存されている状態だと考えてください。これはピボットテーブルを用いて集計すると、この右のような表になります。まあ、このスクリーンショットだと左、左5月7日しか見たいんですけど、まあ、これがまずっと。 8、9、10とあると考えたときに、このピボットテーブルでは、それを日ごとに PV を合算した数を出してくれています。と、これがピボットテーブル、簡単に言うとこれがピボットテーブルです。実際には今そのデイ、じゃないデイごとの PV の加算しか言ってないんですけど、これに加えて、えっと、例えばデイと ID、それぞれのカテゴリーごとに集計を行ったりとか、 あとは加算だけでなくて平均、最大、ミニマムとかさまざまな集計方法を行うことができます。このように表形式のデータを集計する強力なツールがピボットテーブルです。それではこのライブラリを使った、ビュピボットテーブルプラスを使ったサンプルの映像をお見せしたいと思います。まずサンプルデータとして画像のようなデータを使用します。カウントリー、イヤー、 ジェンダーカウントというカラムがある表を JSON で表現したオブジェクトになっています。このうち、えっと、一番右のカウントを集計するカラムとして残り3つを、えー、操作可能なフィールドとして使います。まず、えー、単純にアプリ起動するとこのようにダビ e ブルフィールズというところに カウントリー、ジェンダー、イヤーといったカラムが利用可能なフィールドとして格納されています。このフィールドはドラッカーのドロップで移動させることができます。移動させると、そのフィールドの値ごとにカウントの集計が行われます。こんな感じですね。今、カウントリーを指定したので国ごとの集計がされていますが、こういうふうに さらにイヤーというものを別に追加することもできますし、ジェンダーという行を増やすこともできます。また、必要なフィールドとか自由にドラッグアンドロップで動かすことができますし、一瞬出てきた左上のツボタンみたいなものを押すとリセットしたりすることもできます。このようにさまざまな集計を GUI のみで直感的に行うことができるのが、 この vpbot.table プラスというライブラリです。次に、えっと、改めてまた本ライブラリの特徴を挙げていきたいと思います。まず、まあ、Vue.js プラス Bootstrap 環境向けと歌っているだけあって、Bootstrap との親和性が高いという点が挙げられます。まあ、特に、えっと、導入したプロジェクト側の Bootstrap を利用するようにしているので、 テーマなどの設定をそのまま適用することができます。社内のアプリケーションでもこのテーマ設定されたプロジェクトに導入して、プライマリーのカラーなどをアプリケーションに合わせたりして統一感を上げています。次に、社内での大量,な大量のデータに対応すべく、パフォーマンスを向上させています。社内でツールでは自慢業のデータ 1>, 1万行あるデータというものを扱うことがあるんですがそな、そのようなデータでも処理が可能なようにパフォーマンスを向上させています。また、えーと、元のライブラリに加えて便利な機能をいくつか追加しているという点も特徴です。実際に、えっと、元のライブラリを導入してみて、使いづらかった点や、こういうの機能が欲しいという要望があった点などを追加機能として実装しています。 これについて例をお見せします。こちらが PV ボトテーブルプラス独自の機能の例です。まず最初が、えー、っと左側のクリア機能でフィールドの欄に出てくる左上の閉じるボタンを押すと、このカラムを一発でリセットできる。アビラブルフィールズの方に持っていけるという機能です。次にデータの順序を外できる機能です。 特に時系列データの順序を最新版、最新順または古い順に並び替えるときに重要です。これは本当に強い要望があって導入されました。また、ピボットしたデータをクリップボードや CSV、TSV にエクスポートする機能も搭載しています。パワーポイントなどの資料に拡散や、また Python など別アプリケーションでの解析時とかにも使うことができます。 もう一つ特徴がデザインの調整です。マイプロダクトに合わせた変更ではあるのですが、左のフォーク元であるビップボットテーブルと比較して、右側のビップボットテーブルプラスは、特にボタンサイズや余白を一回り全体的に小さくして、スタイリッシュにまとめています。以上がビップボットテーブルプラスの特徴でした。 このライブラリは Vue.js v2 系と Bootstrap の v4 系に対応しています。発表の最後にも触れますが、両者とも Vue3 と Bootstrap5 が出ているので、ぜひ対応したいと考えています。では次に、このライブラリが社内でどのように使われているかについてお話しします。 このライブラリはもともと LINE 社内のデータ分析ツールで、ピボットテーブルを導入するために開発されました。そのため、社内の代表的なデータ分析ツールである OASIS と柳島というものに導入されています。早く2つのツールをご紹介します。まずは OASIS です。OASIS は一言で言えば社内版タブローのようなもので、まあ、データのレポートを作成できるツールになっています。 パラグラフと呼ばれるセクションごとに SQL を書いて、グラフやテーブル、ピボットテーブルを用いてデータを可視化することができます。次は柳島です。柳島はプレストウェブ UI ツールというもので、手軽に SQL を書いてデータを取得及び確認することができます。また、グラフの描画機能やピボットテーブル機能も搭載していて、データ可視化も行うことができます。 これはピボットテーブル導入前の話なんですけど、これらのデータ分析ツールはエンジニアだけではなくて、ビジネスの企画の方など、SQL に詳しくない方も利用します。でスケールを用いて、まあ、ピボットテーブルと同様の集計を行うこともできるんですけど、SQL に詳しくない方がそれを行うことは簡単ではないので、インタビューを聞いたさ、させていただいた際には、まあ、一度データをダウンロードして、 エクセルに取り込んで集計することもあったという話を聞いています。似たツールであるタブローにピボットテーブル機能が搭載されていたこともあって、これらの社内データ分析ツールにもピボットテーブルを導入できないかということで、ViewPivotTable、えー、プラスの開発と導入が行われました。具体的な開発については、後半の開発のセ,ッションセクションで詳しくお話しします。 開発の結果、これらを導入したことによって、データ取得のクエリを書くだけで GUI でのデータ集積集計が可能になりました。また、ダウンロードをする必要もなく、ウェブで全ての分析を完結することから、便利になったという話も聞くことができました。結果として、業務の効率化につなげることができたと考えています。また、導入後もさまざまな要望があって、 まあ先ほどお話しした追加機能であるデータの相当機能だったり、ピボットしたテーブルのダウンロード・エクスポート機能だったり、パフォーマンスの改善などです。でこれらの機能を取り込んだ後、まあライブラリをオープンソースとして公開してみてはどうかという話があって、結果的にこれは、まあ、この開発したものは VP ボットテーブルプラスとして公開されることになりました。 私自身の感想になるんですけど、まあ、当時アルバイトとしてこう仕事してた私にとって、まあ、自分がこう導入した機能に反響があって、また要望が届くっていうことにとてもわくわくしたことを覚えてます。また、このオープンソースライブラリを公開するということ自体も初めてだったので、まあ、非常に良い経験ができたかなと思ってます。はい、ではそれでは次、後半に入りまして、 次に、開発をフォーカスして、どのようにピポオとテーブルプラスを開発したかという点についてお話をします。まず最初にライブラリの検討についてです。えー、とオアシス・柳島にピポートテーブルを導入するとなったときに、最初はまあ公開されているライブラリを導入して終わりにしようという予定でした。なので、最初はライブラリ探しから行いました。 まず両社とも Vue.js と Bootstrap をベースにしているため、まあ、これらに導入できて、またデザインも同じものというものを探しました。同時に導入先の一つである柳島がオープンソースであったため、そちらへの導入を見越して有のライセンスで、有料のライブラリではなく、オープンソースとして公開されているものを選びました。まあ、結果、見つけたのが VueProtTable というライブラリでした。 こちらが BP ボットテーブルのスクリーンショットなんですけど、まあ、見た目、ブートストラップのテーマ、そのままであって、なので、もとも同じく、えー、ブートストラップのほぼデフォルトのテーマであった社内ツールの外観に非常にマッチしており、導入を決めました。しかしいざこう導入してみ、実装してみると、いくつか問題が生じました。まあ、これらが、この3つが生じた問題なので,なのですが、どれもこう外から ちょっとやっただけじゃ回転することが難しかったため、結果的にフォークして開発を進めるということになりました。それぞれ軽く説明をしていきます。まずは余白が既存画面と合わないという点です。左がオアシスのテーブル表示のまあ既存の画面で、右が VP ボットテーブルのスクリーンショットです。比較すると、セルのパディングが非常に広くな,なっています。 またオーガシスは複数のパラグラフを2列表示したり、3列表示したりといったように、表示できる領域が非常に小さくなりがちなことから、もともとのピボットテーブルからボタンやパディングを小さくする必要がありました。これを調整した結果が右のスクリーンショットです。パディングを狭くして、またヘッダ色も同じにしたことによって、 より統一感を出すことができました。えっと、次が、ピボットした状態を保存できない、すなわちピボットの状態であるパラメータを取り出す方法がなかったという点です。オアシスはレポート作成ツールであるため、ピボット操作した結果を保存して、そのままの形で共有できる、再び見せられるということが大必要です。しかし、元のコードでは、左のスクリーンショットのように、 それぞれピボットテーブルのパラメータについて、初期値を渡すことしかできませんでした。そこで、ピ,ピボットテーブルプラスでは、右の画像のように V モデルを利用して、この左でいう a v a i l a b e Field Keys、Low Field Keys、Core Field Keys というものを、えー v, えっと、を v モデルに書き換えることによって、えーと、ピボットテーブルを操作することにパラメータの更新を 親側でキャッチしてそれを保存するという形にすることによって状態を保存できるようにしましたまたデータ数が多い場合のパフォーマンスというのも問題になりましたデータが小さいうちは問題ないのですがオ a s ス s では最大一番行のデータを扱うということもあってデータが大きい際には数秒七八長,長いと10秒近いブラウザフリーズが発生することも ありましたこのスクリーンショットは大きなデータを集計した際の Chrome で計測したパフォーマンスですが集計に向けてこの前半の部分で集計で4秒で後半の部分で秒が2秒かかってしまっていますいろいろ原因を探して改善を試みたのですが最も大きかった改善がコンピューテッドプロパティに関わる部分でした。 よくよくこのパフォーマンスの中身を見ていくと、大量のアドデップとっていう関数や、大量のリアクティブゲッターという処理が実行されていました。それぞれは非常に短いですけれども、よくよく見ると、これが大量に実行されていて、結果すご、すごく長くなってしまっているっていうふうに判断をして、メルシラ調べ見た結果、まあ、コンピューテッドプロパティによるオーバーヘッドなんじゃないかという判断をしました。 元のコードでは集計の途中で使うデータをすべてコンピューテッドプロパティとして保存をしていました。しかし、コンピューテッドプロパティは初回の計算時期に元となったデータを依存先に登録する処理が入ったり、まあ、キャッシュから取り出す処理が入ったりと、非常にオーバーヘッドが、いくつかのオーバーヘッドがあります。この登録処理、このオーバーヘッドが元データが大きいほどたくさん実行されてしまうことによって、 大量のオーバーヘッドになって、秒が含めかなりの時間を消費してしまう状況だというふうに判断をしました。改善策としては、コンピュータットプロパティを利用せず、集計自体はメソッドを使って行うことでした。再計算のトリガーは、ボット操作のパラメータをウォッチして、その中で行うようにしました。この変換によって、処理時間をおよそ ある例では処理時間をおよそ10分の1にまで削減することができました。またこれを、まあ、以上の機能を実装して、P、ビップフォトテーブルプラスとして公開したんですが、OSS として公開したはとは、一、まあ、週が届くなど反響がありました。例えばこちらは、データをダウンロードする際のファイル名を共有できるようにしたいという一週でした。 これも私自身の月並みな感想ですが、なんかこう、ちゃんと公開されているんだなという実感を持つことができました。またダウンロード数なんですが、もうめちゃくちゃダウンロードされているなんてことはなくて、NPM のサイトを見ていると、なんか毎週数十件ぐらいのダウンロードがあるようです。まあ、ピボットテーーブルととといいううマイナななな領域なのでで当たり前かなというところでは あるんですが、まあ、自分もあまりここら辺詳しくなくて、このダウンロードが本当に使,使うためにダウンロードされたものなのか、またはなんかボットによるものなのか、ちょっと自分は分からなかったです。ちなみに、引きが本家のダウンロード数なんですけれども、基本大体負けている状態です。さらについ最近なんですが、本家の方は最近数百ダウンロードまで跳ね上がったところがあって、 これが一過性のものかわからないんですが、まあ、こちらもプラスを名乗っている以上負けていられないなという気持ちです。とでは最後に、えー、と今後の方針、まあ、発展の話をしていきたいと思います。まあ、今後の改善方針としては3つほど考えて,考えています。カスタマイズ性の向上、View3、えー、b o o t s プフ a p 5への対応。 タイプスと対応ですそれぞれぞ詳しく見ていきますまずカスタマイズ性の向上についてなんですけど、現在デザイン、えっと、ビポートテーブルプラスのデザインやパーツの配置などは主に社内のプロダクト向けに合わせてあります。オープンソースとして公開されている以上、このカスタマイズ性を向上させて、社内だけじゃなくてさまざまなプロダクトで利用できるようにしたいと考えています。具体的な 策としては例えば、スロットをもっと多用して、独自のデザインを導入できる箇所を増やしたりとか、デザインをカスタムするプロパティを追加することで、カスタマイズ性が向上できると考えています。もともとこの v u p フ b o t t a b l e p l u s の開発が始まったのも、ボタンサイズや余白を調整したいというモチベーションから始まっているので、やはりこのカスタマイズ性というのは、汎用的なライブラリにする上で、非常に大切なことだと思っています。 次が View3 ラ,ライブラリを公開してから1年以上経ってついに View3 と Bootstrap5 が公開されました。v i e ボッ t a b l e プラス自体は現在どちらにも対応をしていないため対応できるように修正をしたいと考えていますちょうど先ほども花谷さんから View3 ュュのライブラリについての発表があったのでぜひ参考にさせていただきたいと思います。 また,えー、とただ、対応を書き換えるだけじゃなくて、最新の機能を用いて改善をしていきたいと思います。例えば、えー、と現状、ピボットの操作状態をすべて1つの V モデル、フィールズという変数で受け取っているんですが、この画像右ですね、中身はアペイラブルフィールズ、ローフィールズ、さらにこの下にコラムフィールズ、相当の状態など、さまざまなオブジェクトが、えー、深くネストされた状態で格納されています。 このためちょっと複雑になってしまっているという状況があるので、これを V3 で仕様変更されて、一つのコンポーネントに複数利用できるようになった V モデルを使って、各パラメータごとに V モデルを配置することによって、分かりやすくできるのではないかと考えています。最後にタイプスクリプト対応です。V3 はタイプスクリプトで書かれることが多いので、ぜひ対応したいと思っています。 一つ前でも触れたんですが現状ピボットの操作状態のこのステート、まあ、フィールズの中身が複雑なため型を用いることによって使いやすくできるのではないかと考えています最後にまとめを示して発表を終わりますご清聴ありがとうございましたはい坂口さんありがとうございました お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。それではですね、今、のまたご視聴の皆さんから質問が4つくらいあの今届いていますので、ェひ、はい、で,ですね、あの回答していきたいなというふうに思っております。で、仮面許容はですね、あの来ていただいても大丈夫です。はい、わかりました。はいでまあじゃああの 最初の質問なんですけれども、あのプロジェクトであのブートストラップを使用しない場合、ViewPivotTablePlus を利用可能なのかという質問があの来てるんですけど、いかがですかそうですね、えっと、一応、ViewPivotTablePlus、えっと、自体は、ブートストラップを、えっと、含んでいないので、 改めて、うん、えと導入するプロジェクト側で、ブートストラップをインストールする必要は、まあ、ディペンデンシーとして追加する必要は、今のところありますね。うんうん、まあ、そのプロジェクト自体にブートストラップを適用しなくても、そのビビオーテーブルプラスだけに適用するみたいな感じにやれば、できることはできます。一応あのできるという かりりまましたありがとうございますそれとあの次の質問が、ですねあのテールウィンドウ CSS とかですね、まあ、いろんな CSS がライブラリがあると思うんですけれども、プ、はい、ットストラップ以外で何かの対応を計画されているものがあるかという質問が来てるんですけどそうですね、今のところ、えっと、計画はないと、まあ、い,いうことではあるんですけど、まあ、そのカスタマイズ性の向上として、 カスタマイズ性の向上という今後の発展の一環として、一つの方向性として、その具体的なブートストラップとか、そのテールウィンドウといった CS フレームワークから、CS フレームワークを切り離すような形でこう、スロットなどを利用して切り離すことができないかということは考えてはいますなるほど、一応、工夫はされているという段階です,で,うですね、工夫をしていきたいなというり <laughs> 分かりました考えはありがとうございます。 それであの、まあ、3番目の,あの質問なんですけれども、はい、あの今回、OSS であの公開をされていらっしゃるというあの話もあの聞いているんですけれども、はい、OSS を公開するとき、一番あの大変だった点はどういったところなんですかという質問があの届いております。そそううですね C っていうならまあその OSS として公開する際には、社内でこうチェックを通す必要があるので、まあ、その手続きとかいった部分で何回かこう取りやり取りをしたので、そこがある意味結構時間がかかったところではあります。社内ですかね。ちなみにライセンスは今、何入れてるんですかライセンス、えー、っと、確か、あ,だっけ <laughs> あ、ごめんなさい。<laughs> はい 結構、OSS っていろんなライセンスがたくさんあるじゃないですか。すね、なので、そういったところでちょっとあの工夫したのかなと思ったんですけど、<laughs> 社内です、ね。ここ自分で指定したっていうよりかは、そのセキュリティチームからこうしてください<ー>という指示があって。なる,なるほど、なるほど。アパッチ2.0ですね。ああ、なるほど。そうですね。ありがとうございます。はい。あのそれではですね、あの最後の質問なんですけれども、はい、あのビュースに対応についてですね、あの日程など、予定されているのかという。 あの質問が届いてまして、一、ま、応、あ、ぐらいあのアップデートをされるんでしょうという質問です。いかかがですかそうですね、まあえー、と正直、ビュースリー対応という話が考えたのも、あるこの今回発表する機会をいただいたというところもあって、完全にまだスケジュールが立っているという状態ではないんですけど、あ<ー>まあ年内、まあ、ちょっと長いですけど、年内には。 まあ、それとさ5も出ましたしまあ、年内には対応をしていきたいかなという気持ちです。うん、なるほど、わかりました。回答ありがとうございます。それでは皆さんあのチェリーですね。あのピュースリーがあの年内に出るということなので、皆さんお待ちしていただければと思います。それではですね。あの坂口さん、本当にありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。 えっとそれではですねあの次のセッションに移りたいなというふうに思います。で次はですねあの,今日のあの最後のセッションになるんですけれども、あのカズポンさんの,あのセッションとなります。でお話しいただきたいと思いますので、ですねあの、画面の共有とあの準備をお願いします。はははいいでは準備します、はいはい ちょっと皆さんにはしつこく大変申し訳ないんですけれども、たくさんご質問いただいております。ツイタからでもこちら、Q&A 機能でも構いませんので、お話聞きながら、ですね質問がある方はぜひつぶやいていただければなというふうに思います。それでは、ですね準備は大丈夫ですかね。えっと、今、映したんですけど、画面見えてますでしょうか。見えてます。 なんかか、ね、か映映っってないんですすねたことありまそれではですね、あの今日の最後のセッションとなります、あのカズポンさんより、あのビュー・ウィズ・ビートですね、の話をいただきたいと思います。よろしくお願いします。はいえー、とそれでは、あのビュー・ウィズ・ビートというタイトルで、えー、始めさせていただきたいと思います。 はい、まず自己紹介なんですけども、えー、とカズポンといいます。えー、とプレイドっていう会社で今、えー、所属してます。っ、えー、と u j s のコアチームメンバーで、日本では、えー、とさっきもあったと思うんですけども、u j s 日本ユーザーグループというコミュニティの代表をしています。あと、オープンソースの方なんですけども、UIT っていうまあライブラリ、国際向けのライブラリとか、 あと、まあ自分なんですけども、i n t e l ァ f っというプロジェクトを立ち上げて、まあまあ、オープンソース開発者として、まあ、開発活動しています。はい、で、今日話すことなんですけども、まあ、今日えっ、ー、と最近リリースされたばかりの、まあ、Beat に使ったそうですねビューアプリケーションの改善について、まあ、話していくんですけども、えー、とビューアプリケーションの開発って現状、ね、他にあるものとしてはビューシ c アイを使ったものがあると思います。で ビートが出たことによって、実際に VUCI とどう開発のスタイルが違うのかって皆さん気になっていると思うので、今日の話としては VUCI を使った開発の例も挙げて、ビートとどう違うのかについてちょっと話していきたいと思います。早速、本題に入っていきたいんですけども、今日のイベントなんですけども、ビートについて初めての方もいらっしゃると思いますし、 あと、まあ、この前、そうですね、正式リリースされたんですけども、その前のバージョン、ビートのバージョンを使っていたことがある方とかいたりして、まだその最新の、まあ、ビートについてキャッチアップされていない方もいると思うので、まずはそうですね、ビートについて簡単におさらいしていきたいと思います。はい、まずはまあビートなんですけども、まあ、ビートは、まあビュージェス、皆さんご存知のりまり、まあ、ビュージェスの作者のエヴァン・ニューシーが開発しました。 えっと、ビートの読み方なんですけども、まあま、あ今まさに話しており、まあ、ビートって読みます。バイトじゃないです。で、ビートの開発レポジトリは、まあ、こちらの、まあ、スライドの画面にある通りに、GitHub のビ、まあえート JS、ビートっていうところで開発しています。で、ビートの特徴なんですけども、こちらの画面に映ってるものになります。 今、こちらの画面に映っているものなんですけども、今、有志で、えーとま、先ほどキアさんの方から話したと思うんですけども、翻訳されているビートの公式ドキュメントのランディングページになっています。ま特徴としては、そうですね、えー、とまさにまあこの画面に書いてある通りなので、まあ、皆さん、そうですね、後、まあ、で、まあ、公式ドキュメントとか、まあ、日本語のサイトがあるんで、えー、そこを見てもらえればと思います。 公式ドキュメントとしては、さっきのランディングページのとおりになっているんですけども、本質的な特徴を挙げると、ES モジュールが動作する、モダンなブラウザ向けを想定したフロントエンド開発ツールということが特徴となっています。既存のフロントエンドツールといえば、例えば View のケースで言いますと、v c l はの場合はバンドラーとして w パックを c を利用しています。w ウェ p パックはバンドル、 した結果としては、イエス文字の祝福まサポートしていないので、まあ、モダンなブラウザ上で。では、そうそう、イエス文字の恩恵を受けることができませんそれに対しまあ、ビートの場合はバンドルはがまあ、えー、とロールアップのベースになっているので、えー、とロールアップはまイエスモジュールファーストなのでまあ、そうですね。まモダンなブラウザ上ではその恩恵を受けて、えー、動作するという形になってます。 であと、ここ昨今なんですけども、まあ、ブラウザーの状況としては、そうですね、えー、I11、e、以外のほとんどの主要ブラウザー、まあ、主要ブラウザでは、ほとんど ES モジュールが使えになっている状況になっています。でレガシーのまあブラウザーでいる、まあ、I11、e、なんですけども、まあ、ここ最近そうです、ね、まあ、ウェブ界隈のまあ流れとして、まあ、I11、e、のまあ最終的なそうエンドオブラインですね。 ウィンドウズサーバーとか、まあ、そういうと,、まあ、ところはまあ2025とか、まあ、そ,そのあたりになっていると思うんですけども、まあ、ここ最近、主要なサービス、まあ、プロダクトにおいては、まあ、サポート対象外、まあ、打ち切る方向に向かっていますでそ。そしてそうです、最近そうです、ね、オープンソース会社の方も、例えばワードプレスとかもそうなんですけども、まあ、サポートをまあ打ち切るという流れになっています。で、Vue.js も先日ですね、えー、Vue3 での i サイートをまあ打ち切ることを、ま。あ RAC がドロッピングするっていうものがあったんですけど、そこがマージされたことによって、正式に打ち切ることを決定しました。まあ、というわけで、まあ、ビートはそうです、ね、現状のソース、えー、技術動向とか、まあ、あとブラウザのサポート状況を見据えて、まあ、作られたフロント向けの実際向けのツールとなっています。はい、でここまで、ね、簡単にビートについて、特徴について話してきたんですけども、まあ、次からそうです、ね、ビートについて、まあ、すでにまあ触ったことがある方向けについて、 今回、オフィシャルリリースではビート2.0っていうバージョンで出てるんですけども、バージョン上昇くなったんですけども、何が新しくなったについて、まあ、簡単に話していきたいと思います。えっと、まずビート2なんですけども、まずフロントフレームワークが依存がなくれました。ビート2の、まあ、今回オフィシャル以前のときは、まあ、Vue.js に特化した処理になってたんですけども、ビート2では、そうですね、ゼロから再設計をまた改めてやることになって、ビート、あ、Vue.js 以外でも、 操作用に汎用化された、まあ、フロントエンドツールに進化しています。でそしてアプリケーションソーねプロジェクト作成する、えー、ときにスキャフフコールドが、えー、走るんですけども、それを、まあ、公式にプロジェクトテンプレートとして、えー、提供するようになっています、まあ。画面を見ていただけてますけども、まあ、NUX とかあ、えーと、リアクトとか、えー、とスベルトとか、まあ、そういったものも、まあ、まあ、提供されるになっています。あと Beat2 ではですね、新しいプラグイン機構、まあ、以前のバージョンより進化して、 かつ API が宣伝されています。WMLR という PD リアクト向けの開発ツールがあるんですけれども、ビートはそのプラグイン機構をインスパイする形で取り入れてビートに特化して入っています。ビートのプラグインはその上新しいプラグイン機構上でロールアップの互換フックとあとビート独自のフック、そしてビート独自の共同調整が入った まあ、プラグインが動作するようになっています、まあそ。そして、ちなみに、えっとそうですね、ビートなんですけども、いくつかロールアップの互換なので、ロールアップのプラグインを、まあまあ、標準でビルドにした形で、えー、提供されています、まあ。こちらの画面に映っているものは、まあ、ロールアップは、まあえー、何がインストールされているかというサイトになっているので、まあ、皆さん、まあと時間のに見ていただければと思います。あと、ビートが提供する API なんですけども、サ、えードアッキーとか、 えっと、フレームワークで使いやすいように、えー、え伝洗練されてます。まあビートまあ今回おっしゃる以前のビートなんですけども、まあ、API、まあ結構、そうですね、私も、まあ開発した、してたんですけども、開発、プラグイン作ったんですけども、まぁ、あ、ビルド、えっ、ー、と、えー、デブサーバーの時とか、えっ、ー、と、ビルド動作するときに、若干挙動が違ってて、まち、あ、違う形で実装しながら大変だったんですけど今回、その、あまり意識しなくていいように、まあ抽象化されて、るかなり使いやすくなっています。 あと、ビート2でまあデ,ブデブサーバーが動作するときなんですけども、ES、まあ、モジュールのプリバンドリーが完成されています。まあ、以前のバージョンではロールアップでまあプリバンドリーし,て、まあ、してたんですけども、ビート2、まあ、オフィシャル2では ES ビルドでプリバンドリングするようになっています。まあ、こちらの画面に映っているものは、エヴァン氏のまあツイート。 ビートなんですけども、まあサイプレスの約とア,アプリケーションのケースではまあ10倍以上、まあフリーディーナリーが速くなったという結果になっているんです。あとビート2では、えっ、ー、と CSS のバンドリングをサポートされるようになっています。At import、えっ、ー、と URL のパスはまあビートの内部のレゾル版によってえ解決されるようになっています。あと URL の一つね、かえー、のパスなんですけども、まあこれこちらもビートが自動的にリベースするようになっています。 あと、そしてそうですね。CSS のコードスクリットにも対応してて、えーとそうですね、JS のコードスクリプトもするんですけども、うまい形でパフォーマンスがチューニングされるような形で生成するようになっています。あと、ビート2なんですけども、まあ、サーバーサイドレンダリングもサポートします。このビ、えートでサポ,、えー、サポートするサーバーサイドレンダリングはそのなんですけども、現時点では実験的機能です。で なんですけども、ES モジュールベースのサーバーサイドリンク機構を提供してあ今、このサーバーサイドリンク機構を利用して、ビート上でさまざまな SSR に対応したものが、プラグインが出てきている感じになっています。あと、CommonJS の互換の依存関係を自動的に外部化するようになっていて、かなりパフォーマンスも意識したチューニングがされているという形になっています。あと、ビート2なんですけども、レガシー・ムラ・ イレガシブラウザ向けでも動作するようにオプトインを提供しています。B、まあまあ、トは基本的に ES モジュール向けなので、モダンブラウザ向けなんですけども、まあ、中でも、まあ、そうイレガシーブラウザに動かしたいという方がいると思うんですけどいので、まあそういった方た,方たちのために、まあ、ES モジュールにメリットしたような感じの B トプラグを公式で提供しています。B とビート2の最後の、まあ、情報としては、2、まあ、つの細かい点があります。1、まあ、つ目は、B と2、えー、な内部で の出せるデブサーバーのバックエンドがコアからコネクトに変更されています。まあ、これを変更した理由としてはコネクトの方が声が軽くて速いというのと、まあ、コアの方がエコシステムが安定していない、コアのエコシステム安定してないというのが理由になっています。あと2つ目の、まあえー、細かい変更なんですけど、ビート自体が実はそのバンドルされてます、NDPA にパブリッシュされています、まあ。ビートのノード ビートは CLI で動作する、まあ、バンドルとかするノード JS アプリケーションなんですけど、依存関係が、まあたまあ、画面にすてると思うんですけども、たった4つになっています。なので、まあ、バンドル、まあ、提供するもの自体をバンドルすることで、まあ、注入することでダウンロードが非常に高速にするようになっています。まあ、以上そうです、ビートについて簡単ですが、まあ、おさらいしました。 では、いよいよ、そうですね。えー、v ュ e w を使った v ュ e j s アプリケーションの開発について入っていきたいと思います。えー、とまずはそうです、ね、v ビ e ーアプリケーションの開発の基本的なことについてちょっと見ていきたいと思います。まずはそうです、ねえーと、v ビ e ーアプリケーションのプロジェクトの作成について見ていきたいと思います。まずは、v i e ー c i のケースにちょっと見ていきたいと思います。ViewCI で、まあえー、と v ビ e ーアプリケーションの開発のプロジェクトを作成するときは、 ええー、ビューシーレをインストールしている必要があります。で、インストールした後に、まあ、ビーシーアイのコマンドでビューコレイトっていうコマンドを実行することでセットアップが開始します。まあ、まあ、スライドに、まあ、あの、まあ、シーエルイの、まあ、画面が映ってる、うん、そんな、あの、そのようなイメージな感じで、ええー、開始されます。まあ、で、コマンドを実行した後に、えっ、ー、と、対話形式で、まあ、いろいろ、その、どんどんバベル入れるかとか、タイプスクリーン入れるのか、あとビュールーター入れるか。まあ、いろいろ選択して、まあ、そ,その後に。 BCLA は View アプリケー,ー,ーション開発のプロジェクトを作成します。でこの時に v i e w c l なんですけども、まあ、プロジェクトの作成と同時に、まあえー、NPM とか YAN などのパッケージマネージをして、まあ、必要なパッケージもインストールしてくれます。なので、まあ、開発がすぐ終わった後、まあできるという状態になるんですけど、まあ、その反面、パッケージマネージャーのインストールを完了しなとするのを待たなくてはいけないというのがあります。 ビューシ u c a のセットアップするパッケージなんですけども、いろいろ内部ですごいろんなツールが入るので、依存するもので結構時間がかかります。まあ、待ってる間、他のことに気を取られて、集中が途切れてしまうということが、まあ、よく皆さんも経験したことがあると思います。続いてビューシ u c a のプロジェクトでセットアップできるビューのバージョンでは、デフォルトビューツーになっています、まあ。ビュー3向けもサポートしてて、まあ、現状ではそうです、ね、まだプレビューの状態になっています。 で、まあ、以上、まあ、VUCLI について見てきたんですけれども、続いてビートではどうなるか、ちょっと見ていきたいと思います。ビートの場合はそうです、ね、パッケージのネーにインシャルを使うことで、えー、プロジェクトの作成を行います。ビートの場合は、そうですね、VUCLI のような、まあ、ツールを事前にインストールする必要はありません。まあ、n p a の場合はどうなるかというと、まあまあ、画面に、まあ、ちょっと 映ってるとかと思うんですが、e エンジンインットアットビュージェスアスラッシスラッっていうのを実行すると、プロジェクトを作成することができます。まあ、このコマンドを実行することで、まあ、対話形式で、そうですね、えー、どのフレームワークを使うのか、そして、どの使用言語、タイプス,リーイプスクリプと JavaScript を使うのかどうかを開始されます。まあ、これが終わると、まあ、プロジェクトの作成が完了する、完了します。で B ー類が B と違う点は、パッケージマネージャーのインストールは実行されません。B トはあくまでもプロジェクトを作成するだけになっています。プロジェクトが必要するパッケージインストールは、まあ、自分自身でする必要があります。まあ、これはちょっと面倒くさいかもしれないんですけども、まあ、その反面インストール、B 種類でやってた依存パッケージに移しているものがなくなるので、まあ、開発作業を中断させることがなく、その 意識的に次の作にするので、まあ、DX としてはとい良い体験になっていると思います。なっています。ビ、まあえートでセットアップできる、まあ、ビューのバージョンなんですけど、デフォルトビュー3です。ビートは現時点ではビュー2メイクには、まあえー、で用意はしてないんですけども、一度、そうですね、ビュー3でビー、まあ、トアップをセットアップした後に、ビートのチームメンバーが提供するビートのプラグイングを、まあ、使うこと、実装することで、 えっとビ、ビートでもビューツー向けのアプリケーションを開発することができます。まあ、設定はまあどんな感じかというと、まあ、画面に映っているようにまあ設定ファイルを、まあえー、変えるぐらいですかね。まあ、そのビ,ビューツー向けでプラグインをインポートして、まあ、プラグインオプションで設定するという感じになっています。まあ、ちなみにそうです、ね、このビートのプラグインなんですけども、えー、と最初の方で、えー、そうですね。ね なくす、ねナクソまあさっきパックさんの話でもあったと思うんですけども、なくすとビューツ向けにビート版があるってあ,あったと思うんですけども、そこでも、このそうです、ねえー、ビューツ向けのプラグインが使われています。まあ、自分もそうですね、このビューツ向けのプラグインを試してみたんですけども、きちんと動作するので、まあ、安心してビートでもビューツ向けのアプリケーションを開発できるようになっています。 ビートによるまあプロジェクトの作成なんですけども、体質フィスクルでまあのプロジェクトのケースの場合は専用のセットアップがされます。どんなセットアップがされるかというと、ViewTSC という View 向けの体質スィスクルの型チェックが特化されたシエアツールがインストールされます。これがインストールされて、えーえー、アプリケーションをビルドツールにチェックして、えー、このシーラアーツールがテンプレートの型をチェックをしてくれるというツールになっています。 ちなみに v ー e ス t s c という、えーえー、ライブラ、えー、ツールなんですけども、Vola、まあ、という、まあ、v ー e w 3向けにて最適化された VS コードの各作成によって提供されています。なので、まあ、v ー e w 3でアプリケーションを開発する場合は VS コードで Vola をインストールするとかなりそうです、ね、心地よい体験で、えー、と v ビ e ーアプリケーションを開発することができるようになっています。で、Beat、えー、はそうです、ね、あとプロジェクト作成時に えーと B B B、向けの設定ファイルを作成してくれます、まあ、ファイル名はそうです、ね、使用言語をチナバスケ選択した場合はビートコンフィー JS。タイペースする人の場合はビ、えートコンフィー TS と,とっていうファイル名になります。まあ、生成さ,された設定ファイルなんですけども、ビートを使った解説において必要最低限、2、まあ、マッチで、えー、の内容では設定しない、最必要最低限の内容で、えー、構成しています。はい。では、以上が。 プロジェクト作成について見て見きましたで続いて、デブサーバーの立ち上げについて、BUCLI から見ていきたいと思います。BUCLI、まあのケースでは、n p m スクリプトでサーブっていうコマンドを実行することで、えーとまあ、画面に映くような、まあ、CLI をごねごね出た後に、デブサーバーが立ち上がります。でちなみにサーバ、サーブの実態なんですけど、BUCLI サービスのサーブっていうコマンドになります。 まあこのコマンドを実行するとウェブパックでそうですねプロジェクトのコードとかセットをバンドルした後でローカル環境中にデブサーバーが立ち上がります。なので VueCI のプロジェクトでデブサーバー立ち上げる場合はバンドルまでが完了しても終わる必要があります。まあ、このためアプリケーションがまあどんどん肥大化してくるとまあデブサーバーが立ち上がりやすくなって DX が悪くなるという特徴が v u ア c i になっています。で ビートのケースについて見ていくんですけど、ビートのケースでは、NPL ランスクリプトをデブっていう、まあえー、コマンドを実行すると、えー、こちらも画面にまあいうこの、似合うような主流の主流、まあ、が出た後に立ち上がります。で、デブの、NPL ランスクリプトのデブの実態なんですけど、ビートが提供するコマンドの、まあじまあ、実態である、まあ、ビートになります、まあ。で、このコマンドを、まあ、実行すると、BSCL とは違い、まあえー、プロジェクトのコードアセットをバンドにしません。 すぐにローカル開発環境上にデブサーバーが立ち上がります。なので、ビートの場合はそうですね、BUCLI と違って、すぐに開発が移れるので、これもそうですね、心地よい d x で開発することができるようになっています。はい、続いて、次はビルドについて見ていきたいと思います。まずは BUCLI なんですけども、BUCLI でビルドする、NPN ビルドする場合は、n p m を スクリックに登録したビルドを実行しますこれ実行すると、こちらのスライドの画面に出ているような、まあ、c ラ i のところにゴニョゴニョなんか出た後とに、まあ、アプリケーションのコード、まあアセットやえー、アセットがビルドされます。ちなみにビルドの実態は VCLI サービスのあビルドになります。VCLI のケースはウーパックで、えー、バンドルされますで。バンドルされたコード,とコードは、ね、ES2015 e クマ a s 選手トの、ね、ES2000 以上のサポートしないなしな、まあ、ブラウザの、えーで動作するようなところでも、えー、トランスデフォルトでトランスファイルされるようになっています。もし、ね、ES25、えー、以外のサポートされた環境、つまりまあモダンなブラウザですね、まあ、そこで、えー、ビルドさせたい場合は、まあ、モダンオプションというのを指定することで、v i e w c イでアプリシェのコードを、えー 最適化されたコードドににバンルすするようなりまそれに対してビートのケースなんですけどもビートのケースでは BCI と同じように n t レ a y ランスクリプトでビルドを実行しますそうすると画面に映っているような CI ターミナルにゴニョゴニョなんか出た後とにアプリケーションコードアセットがビルドされますでビートのビルドの実態はビルドっていうコマンドになります ビートは、そうですね、ビルドはウェパックと非常に有効です。内部で ES ビルドが使われているので非常に高速です。ちなみにタイスペースというのはプロジェクトなんですけども、現時点ではパッケージ JSON ではそうですね、ちょっと画面見づらいかと思うんですけども、パッケージ JSON の NPM スクリプトにビューティ TSC とビートビルドというコマンドが一緒に実行されているので、ビートビルドの実 実行される前に、v ュ e の TSC による型チェックが実行されます。なので、えー、と現状そうです、ね、ビートで、えー、タイプスイフ,フトのプロジェクト作成されてれば型チェックがパースされないとビルドできるようになっています。なので、必然的に開発され、ね、えっ、ー、とタイプスイフ,フトを意識した開発が必要になります。でビルドされたアプリケーションは、まあそ,まあ、そのため、堅牢なものになります。でビートのケースは内部でロールアップを使っているので、デフォルト、そうですね、イクメスイフトの ES2015 20以上をサポートして、 コードにトランスパイされます。なので、まあ、ES2015 の公文をサポートしない、ES モジュールをサポートしない、まあ、i11、e、のようなレガシーブラウザでは動作しないです。でもし、ビートを使ってアプリケーション、レガシーなブラウザ、まあ、i11、e、とかで動作しないれば、まあ、最初の方で話したビートを公式に提供するビ、えートプラグイン、ビ、えート JS プラグイン、レガシーとのをインストールさせて、まあ、あとは、あ ビートコンビに設定が必要になります。はいまあ、以上、えー、とビューアプリケーションの開発の基本的なことについて話してきました。まあ、続いて、ビューアプリケーションの開発における応用的なことについて、まあ、時間の関係上、いろいろ,まあ、いろいろあるんですけども、いくつか代表的なものについて話していきたいと思います。まず、応用なもととして、ビュープラグインのインストールについて話していきたいと思います。まず、ビュー c i のケースなんですけども、 BUCLI で View アプリケーションを開始するときに、ーシープラグインをインストールする場合は、その BUCLI が備えている ViewAdd ってコマンドを使うことでインストールすることができます。ViewAdd ってコマンドを実行すると、ViewAdd って何かっていうと、BUCLI のプラグインをインストールするんですけども、BUCLI のプラグインが NPM レジストがダウンロードされてインストールされます。その BUCLI のプラグインの中に、 だいたいその v ュ e プラグインを提供している会社は、まあ、そうですね、ViewCLI、えー、をそのそのインストールする、ViewCLI のプラグインを提供しているので、ViewCLI、まあ、を使ってユーザーのことの考えで、ViewCLI のプラグインを提供していますと。で、その時きそれで v ー e ー c l i プラグインでは、v、まあ、ビ e ープラグインの動作に必要な環境と、まあ、依存パッケージを同時にセッ,トするセットアップするようになっています。なので、v i e シ c l i を使ったアプリケーションの開発で v、まあ、ビ e ープラグインが必要になった場合は、 まあ大抵の場合は VCI、ね、のプラグインをインストールすることで簡単にセットアップされるようになっていますで。それに対してまあビートのテストなんですけども、まあ、ビートの場合は VCI、ね、の v ビ e ープラグインの環境をセットアップするしてくれる機構はありません。これは従来通おり、えー、Node.js を使った開発のように、えー、まあこの画面に、まあえー、とターミナルというかまあ実行例があると思うんですけども、まあ パッケージマネージャーで自分で View プラグインをインストールする必要があります。で、あと Beat は Beat のプラグインで、えー、機構があって、えー、サードベンダーとか View、まあ、プラグイン開発によって有料素開発を便利にする Beat、まあ、プラグインを提供していると思うんですけども、まあ、それもそうですね、こちらの画面にスライドになるようなように、まあ、YAN とか NPM のパッケージマネージャーとして、まあ、デブデペンシーズとしてインストールさせる必要があります。そして、 えっと、ビートプラグインインストールした後なんですけども、あとビートコンィグに、えー、こちらの画面に出てるような設定が必要があります。えっ、ー、と、ビートコンィグは、そうですね、JavaScript で、または、あとタイプスウェイで書かれたものであるので、まあ、ビートプラグイン設定は、このが、まあ、こちらのスライドにあるような、まあ、リクワイアとかインポート構文を使って、えっ、ー、と、ビートプラグインインポートしてプラグインオプションに設定する必要があります。 まあビ VUCL の場合は、えっ、ー、とコマンドだけでビュープラグインも一緒にセットアップし、ビュ v u c のプラグインと一緒にビュープラグインも一緒にトセットアップできるんですけども、まあ、ビートの場合は自分でそうですねコマンドだけ行って、ビートコンフィールドの設定するなどして、えー、自分でセットアップする必要があるまあります。はいで。では次は開発環境の設定について見ていきたいと思います。ビ VUCL についてちょっと見ていきたいと思います。 BCI なんですけども、設定は b c i の設定ファイルのビューコンフィグ JS で設定します。まあ、この設定ファイルなんですけども、ビルドとか、デ、え、ブ、ー、サーバー、あと CSS、あと PWA といったらアプリケーションとか、そう,そういったさまざまな設定をすることができます。この,このようにまあ設定項目がたくさんあるので、b c i のドキュメントを見ながらまあ設定することになります。 でビートコンフィグでいろいろ設定することができるんですけども、一番設定することが多いのは、まあ、アプリケーションのパフォーマンス最低化するで、ビルドもありだと思います。BCLI でビルドは、これまで、まあ、話してきたと思うんですけど、u p a c を使っているので、使,使,使っていると思うんですけども、BBCLI、まあ、は API として2つのインターフェースを提供しています。で1つは c o n f i g u p a c もう1つはク h ン u p a c ですね。まあ、こ,れこ,れこの API を使って、えー、u p a c k o n f i g Ubac のちょっとバンドリングフィグするときに u b a c c 設定すると同様にカスタマイズできるようになっています。まあ、ただ、そうですね、ビュー w c はまはなるべく利用ユーザーがウェブバックの設定をしなくて済むように、ビュー w レ内でウェブバックの設定をデフォルトで内部でしています。なので、こういったその公開したュ i e w が提供しているインターフェースを利用して、ビュード周りをカスタマイズ設定する場合は、まあ、v i e w レ l 側のウェブバックの設定を理解している必要があります。なので、そのため、ね、v i e ュ c l i はウェブバックの設定を見ることができるビューインスペクトというコマンドを提供しています。まあ、それを見て、 まあ、ユーザーは、えー、チューニングしていくという形になっています。VUCI ーープラグインの設定でな,んなんですけども、こちらもそうです、ね、ビューあプラグオプションというところに設定できるようになっています。v ーーラグインの設定内はそのプラグインによりきりなんですけども、まあ、設定内は大抵、そうですねえー、ビュープラグインインストールするときに、まあ、対話形式で設定、えー、対応していくるんですけども、その設定し内容がインストール時に自動設定するようになっています。はいで でビートのケースの環境設定について今なんですけど、どうなるかっていうと、まあ、ビートの場合はビートコンフィー JS または、まあ、ビートコンフィーケースで設定しています。BUCLI、まあ、ーーと違って、えー、ビルドとかデブサーバーあるいはバンドに特化されたものだけを設定することになっています。BUCLI、まあーーの時は、えー、ときは BWI とかアプリケーション用に設定もできたと思うんですけども、ビートは完全にまあそうです、ね、あのバンドラにまあ特化したものになっているので、まあ、そういったものか、関連したものがフォーカス。 して設定できるようになっていますビートの設定は、まあ、特にタイプ3を使っている場合は保管、えー、とか型定義で、まあ、設定確認できるんですけども一応そうです、ね、ドキュメントでも、まあそうですね、設定内るでできるようになっています。ビートでビルド周りの設定,なん設定についてなんですけどもビ,ドあビルドオプションというところでできるようになっています。まあ、ビートは内部でロールアップを使っているので、まあ、設定もほぼ互換があります。 ビルドロールアップオプションっていうところでロールアップとほぼ同じ内容で細かくカスタマイズできるようになっています。b c i では b c i 側の Webpack の設定もいろいろしてくれたんですけども Beat、まあのケースでは、まあ、ロールアップにバンドル周りの設定はユーザーが混乱するようなデフォルトの設定はしてないんです、まあ。設定しているものとしては、まあ、例えば Beat ってあの JS えー、JSON もインポート構文でインポートできると思うんですけど、まあまあ、そういったものが、えー、JSON ファイルをバンドで,できるようなものとか、そういった便利なものだけがデフォルトで入っているような形になっています。ビートのプラグインの設定なんですけども、ビューシラインのプラグインと同様にビートコンフィファイルで設定します。ビートプラグインの設定はロールアッププラグインと同じパターンを採用しているので、ビートプラグインは関数で実装して、その関数にオプションを渡すスタイルが一般的となっています。 でビートコインは、えー、と JS タイプ3で設定していくものなので、まあ、ビートプラグインをインポートして、えー、とそれをロールプラグインオプションに設定する形になります。でプラグインオプションもロールアップとプラグインと同じ形で、えー、オプション名なのでロールアップが使ったことがある人ならば直感的に設定することができます。ビートプラグインは PC、ねえー、ライドにコマンド経由でインストール機構は持ってないです。なので自分で ビートプラグインをパッケージ、マネージャー、インストールしてやっていく形になっています。はい。で、おいほいの最後として、ライブラリビルドについて話していきたいと思います。で、BUCLI なんですけども、BUCLI はプロジェクトの他のアプリケーションを利用できるか形として、ライブラリビルドっていうのがあるんですけども、ライブラリビルドはターゲットオプションに指定することで、えー、ライブラリビルドにすることでできます。で、BUCLI はそうですね、あとウェブコンポーネントのビルドもサポートしています。 なので、ウェブコンポーネントをビルドしたものを、例えば他のリアクトで使われたもので、えー、アプリケーションで動作、えー、使ってコンポーネントを利用することができるようになっています。v ュ e シ c l i でライバルビルドした際の出力形式としては CommonJS と UMD のみです。まあ、v i e シ c l i は内部でそのウェブパックを使っているので、えー、US 文字の形式は、えー、サポートしていないです。それに対して、まあ、B のライバルビルドなんですけども、まあ、Beetle の場合は、ね、設定の方は、えー ビルドライブオプションっていうところで、えー、設定することでライブ、ビートのプロジェクトを、えーと、アプリケーションプロジェクトをライブライブリートすることができます。まあ、画面、スライドに映っているケースなんですけども、まあ、ビルドリブドネブっていうところにマイリブと設定して、ビルドリブエントリーィいうプロジェクトに移動しているので、まあ、この状態でビルドすると、他のビューアプリケーションでは、まあ、マイリブっていうモジュール目でインポートするものが出来上がります。 ビートでライブラリビルドした際に出力される形式はデフォルトで ES 文字と UMG のみです。まあ、ただ、ビ、えートコンフィールでビートリブフォーマットというところにコモン JS とか、まあ、IIFE 形式でも、まあえー、できるようにビルドすることができるようになっています、はい。ここまで話してきたんですけども、まあ、他にも異なる点があるので簡単に紹介しておきます。 まあ、バックエンド連携なんですけども、BUCL の場合は、ViewConfig.js、えー、で、B、d e デ s e ー v ー r Proxy ってオプションすることで、プロキシーを使ってバックエンドと連携することができるようになっています。で、Beat のケースも同じように、えー、サーバープロ p シーっていうオプションを使うことで、バックエンドと連携できます。加えて、Beat、まあの場合はそのサ、マニフェストって機構をサポートしてて、まあ、それを使うとバックエンドと CMS に連携できるようになっています。 あと、そうですね。ビートはプラグインサポートしてるって話たと思うんですけども、夢でこのバックエンドはプラグインで提供されています。まあ、例えば、そうですね、えーと。この例では、えーまあ、レールズに対してはレ、レールズ向けにビートルービーっていうのが提供されているのでそれ、レールズのバックエンド使っている人はそれを使うとすごい簡単にできるようになっています。あと次、プラグインのアップグレードについてなんですけども、まあ、ViewCI の場合は、View プラグインっていう、まあ、あのを叩くと、 VUCLA 関連のパッケージを VUCLA、えーえー、が面倒を見てアップグレードしてくれます。まあ、それに対して Beat は自分で、えー、そうですね、これまで話したとり自分でパッケージマネージにソースがあるのであるんですけども、まあ、パッケージマネージャーが提供するコマンドでアップグレードする,することができます。あとプラグインのマイグレーションなんですけども、VUCLA の場合は v u イのマイーション e プラグインのマイグレーション機構があります。まあ、それに対して Beat は Beat 向けにプラグイン の今は用意してないなのでありますあと GUI による開発支援についてなんですけども、VUCL の場合は VUCLUI というものがあって、まあ、それを使うと、えー、ブラウザ上でデブサーバーを立ち上げたりとか、ビルドしたりということができます。あと GUI でプロジェクトを管理することができるようになっています。まあ、それに対して Beat は今のところ、まあ、GUI による支援はまあ提供していないんです。 はい、以上ですが、ビートを使ったビューアプリケーションの解説について、まあ BUCL の解説についてあげて話してきたんですけども、まあ簡単にまとめたいと思います。まあビートを使ったビューアプリケーションの解説については、まあビュ,ビューシーアイと比較できるように、ままあここに、まあ今日のセッションではまあここに挙げたケースについて話してきました。で、その結果として、言えこととしては、ビューシー CL は現時点は主にビュー2向け、そしてまあイイエスモジイエス二 g 15かつ、まあ、ES モジュールが使えない、いがしいブラウザの環境でも、まあビューアプリケーションが動作するように想定したツールになっています。また、ViewCLA、ね、が生まれた背景持続化として、ね、GUI から開発ができたりとか、開発支援が手厚いというツールになっています。それに対し、Beat は、View3 向け、ES2015 ES かつ、えー、e s にモジュールが使えるモダンなブラウザをターゲットしたツールになっています。 また、そうですね、デブサーバーの立ち上がりとビルドの速さは DX は BACL よりも格段いいという特徴があります。まあ、ただ、そうですね、BACL のような手厚い支援は、開発支援は現時点では準備されていないので、まあ、CLA が苦手な方は少し難しいかもしれません。まあ、ただ、そうです,ですけども、まあ、b a c プラグインと、b えー、b、プラグインを使うことで、えー、実践的な開発は可能になっている状態といいます。まあ、実践的な、ね になっててる理由として、まあ、ビートは AwesomeBeat ってキュレートされたリストを公開しています。まあ、その中にはビューアプリシアを開発を始めるためのスターターキット、まあ、今日のセッション他のセッションでも b、まあ、ビ a t セットというものがあったんですけども、まあ、そういったものを使ったりとか、あと改造便するためのビートプラグインが提供されてい、ね、まあ、これは利用することでビューアプリシアを開発、えー、作っていくできることができる状態になっています。なので、まあ、ビートが使える機会があったら皆さんぜひ使ってビューアプリシアを開発していただきたいと思います。 でここまでで話で、えー、ビートでビューアプリケーションがじ開発で実践投入できる状態であると話を聞くとビュー c i は今後一時期が気になる方もいるかと思います、まあ、特にビュー c i でビューアプリケーションを開発している方はどこが気になっているかと思います、まあ、このビュー c i についてなんですけども、まあ、つい先日そうです、ね、4月に開催されたビューコ c o n f u s 2 0 2 1というイベントで、まあ、イヴァンシンが、まあ、こちらにスライドに映っているキーノートの一部なんですけども まあ長期的にはサポートしていくですけども、就職していくと言っています。まあ、ですが、まあ、そうですね、えーと、しばらくはビートと共存する形で今後も引き続きサポートしていくと明言しています。しますでそして VueCR なんですけど現状、現在ですね、バージョン5の開発中です。でバージョン5ではビルド周りが他のバンドラーでも注射でができるようになるような仕組みになります。まあ、バージョン5ではビートを選択することで、まあ、デブサーバーの立ち上げとかビルドが拘束されるので、 DX を改善でできるはずですというわけで、BCI は今後も引き継ぎ解説で大丈夫です。はい、以上、まあ、ビートによる、まあ、私のセッシ,ションとしては、アプリケーションの開発について話してきたんですけれども、まあ、最後に、まあ、この場をお借りして、まあ、私のオープンソースの、まあ、GitHub スポンサーに支援してくだされる方に、まあ、この場そしてあと企業スポンサーの方にも感謝したいと思います。ありがとうございます。そして今日のイベントでは ちょっと私っと時間過ぎてしまって申し訳ないんですけれども、まあ、話最後まで聞いてくださった皆さんには、まあ、えー、ご清聴ありがとうございました。はい、以上で私のセッションを終わります。はい、加津本さんありがとうございました。お疲れ様でした。 それではではすね、時間がちょっとあの押してはいるんですけれども、まあ、あのせっかくあの皆さんから質問いただいているので、あの回答していきたいと思います。で、あの今、2つあの届いてまして、さっきもあの話があったと思うんですけれども、今の,あのこの,あの資料ですね、資料の共有はできるのかという質問が来<あ>てるんですけど。えっと、この後、終わった後、共有します。 あのツイッターであのハッシュタグ付きでえするのでぜひ皆さん見ていただければと思います。あ、わかりました。ありがとうございます。それではあの皆さん少しお待ちください。それとあのもう一つがですね、あのビートでのプロジェクト作成はよく見るんですが、あのビューシェライからあのビートへの移行など基準資産での利用はできるのかという質問が来てます。この方はですね、はい、ビューツプロジェクトで利用を考えているらしいです。 なるほど。えっ、ー、と、公式にはあの提供はしてないんですけども、BCLI 向けに BCLI プラグインビートっていうプラグインが、そのユーザーが作ったプラグインがあります。そのプラグイン何かっていうと、b c イ i 内部でそのそのビートのビルドができたりとか、そういうプラグインになってるんで、それを使うと、えっ、ー、と、BCLI 上でビートを使ったビューツ向けのアプリケーション開発できます。なので、それを使って、えっ、ー、と、 ビートで動作する状態にしてからそ,その後にビートに移行するっていう手順ができるかと思います、うん、一応このプラグインなんですけども、うん、オーサムさっきセッションで話したそのスライドの中にオーサムビートってあると思うのでそこの中にリンクが貼ってあるんでそこから辿っていただければ使える形になってます、はい、なるほどありがとうございますじゃあそれではですねあの本日はこちらで終わりにしたいと思うんですけれども カズポンさん、お疲れ様でした。で、これで、の今日のセッションはすべて終わりとなります。で、最後にですね、きょうは後藤ダウンの皆さんからの一言いただいて、の今日のイベントを終わりにしたいと思っております。で、後藤ダウンの皆さん、カメラをオンにしていただけますでしょうか。で、本当にですね、最近、このコロナということもあって、なかなか、 あのオフラインでイベントの開催だったりとかいろいろあの大変な状況ではあると思うんですけれども、まあ今後もですねあの状況問わずこういうふうにあのオンラインとかあのいろんな形で皆さんとのあのまあ交流というかコミュニケーションできるような場を作っていきたいなというふうに思っております。それではですねあの皆さんからあの簡単に今日のあのイベントの感想とかですね一言ずついただきたいなというふうに思うんですけれども、あの加藤さん。 いかがですか。今日どうだったんですか。そう,そうですね。あの今回のイベントはラインさんの計らいで、そうですね。あの我々ユーザーズ日本ユーザーグループだけなくて韓国のそうですねパックさんを招待していただいて、えー、っと韓国のコミュニティの方と一緒にできてすごいあの行き詰りのないイベントだったと思います。はい。本当に今後もなんかまた機会あったらやりたいなとは思っています。はい。あ,あ、ジェよろしくお願いします。<laughs> もう本当にこちらこそありがとうございます。ジェあのいろんな機会作っていけたらなというふうに思いますので。 引き続き続よろしくお願いします。<coughs> あの次、木屋さん、お願いできますか今日どうでしたはい、<coughs> 皆さんありがとうございました。あのイベント自体、あのトークもすごいためになるトークばっかりでしたし、僕も、あの僕もあそうだったんだみたいな話もいっぱいあって、すごい勉強になりました。何よりですね、あの韓国語の日本語同時通訳がすごすぎて、<laughs> あのいや、半端 <laughs> な,なくなかったですかいや 同時通訳だけでも凄まじいと思うんですけど、こんだけあのテクニカルな単語を話してるのに、あんだけスムーズに通訳できる、もうちょっと、それにずっと感動してました。<laughs> あの、こんだけのクオリティの同時通訳用意できる LINE さん、素晴らしいなというのをね、改めて感じますちょっと日本ユーザーグループもあの同時通訳に負けないぐらい今後も頑張っていければと思うので、皆さん、あの、翻訳活動、頑張っていきましょう。 よよろろししししくくおお願願いいまますですすでねこの,あのご視聴の皆さんあの、翻訳にも参加していただいて、コミュニティも参加していただけると、より楽しくなるのかなというふうに思っております。それとあの今あの、こちらあの、登壇の皆さんからあの一言ずついただいているんですけれども、ぜひ、ね、聞いている皆さんも、こちら、の手を挙げるという、あのまあ 反応すするですかねあのアイコンがありますので、J のこちらでも反応していただきながらですねあの進んでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。で、次、あの土屋さん、お願いできますか。今日どうでしたか、はい、えー、っと、そうですね、今日のセッション、あのみんな本当にここが聞きたいなっていうようなセッションばっかりで、本当に非常にためになって勉強になりました。あのこれからも、そうですね、ビートとか、まあ、いろんな。 サービス、ビューの便利なツール出てくると思うんです、思うので、まあ、これからもどんどんビュー j s 盛り上げていきたいなと思ってます。ありがとうございました。ありがとうございます。ぜひ、ビュー JS 日本でも、韓国でも、<laughs> まあ全世界的にあの盛り上げていただけたらなというふうには思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。あの、永田さん、いらっしゃるんですよね。はい。あ いかがだっそうですねあの、今まで国をまたいだイベント、まあ、勉強会っていうのに参加したことがなかったので、うん、なんか今回、すごいこう刺激を受けたといいますか、まあ、本あの通訳とかもすごくて、であのスライドもすべて英語で書かれていて、あなるほど、そういう配慮大事だなってちょっと思わされました。<laughs> 内,容内容も実際、あの現場で困っていることとか。

그리고 통역을 하시는 분들도 거의 숨 넘어가실 것 같아가지고 너무 고생하셨다고 말씀드리고 싶습니다. 그리고 자리 만들어주신 라인에도 감사를 드리고 그리고 비즈니스 한국 커뮤니티는 사실 요즘에 조금 주춤하고 이제 그렇게 활동이 많지는 않은데 이 기회를 통해서 조금 더 활발한 행사가 있었으면 좋겠다고 생각을 했습니다. 감사합니다. ありがとうございます。ぜひですね、今あの、韓国の方々もあのたくさん聞いていらっしゃると思いますので、ぜひ一緒にあの韓国でも PGS を盛り上げていてください。まあ、次はですね、またあのいろんな形でご一緒できたらなというふうに思います。ありがとうございました。それでは最後、坂口さん、いろいろ大変だったと思いますが、<laughs> いかがだったんですか いろいろナクストとかビトとかビュー3とかいろんな新しい話を聞けて非常にためになりました。うん、私自身、ちょっとこういうイベントで登壇することがほとんどなくて初めてだったのでちょっと緊張してたんですけどいい経験をできたかなと思います。今後よりビュー3とかもっと詳しくなって会話を盛り上げていけたらなと思っています。あありりががととううごござざいいままししたた いや本当にですね、あのコミュニティの皆さん、そして LINE の,の社員の皆さん、そしてあのご視聴の皆さん、本当にありがとうございました。皆さん、本当にあの日々ですね、あの大変な中、あのすごく今回のイベントのためにいろいろご協力いただいて、あの視聴者の皆さんもあの楽しんでいただけた。 かなというふうに思っております。で、あのそれではですね、あのまあ、今日はあのこちらであの終わりにしたいと思っております。で、最後にあのご視聴の皆さんにあのお願いがありまして、あのまあアンケートの URL をですねこの後あのお送りすると思っておりますので。 じゃ、そこでですね、あのぜひ皆さんのご意見を、あの聞かせていただいて。また次回、あのお会いできるところを、あの楽しみにしております。で、それではですね、あの、今日はこちらで終わりにしたいと思います。皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。